ね、あの基本的にあまりテンション上げないキャラで言ってるんで何そのキャラ、申請してもらったら、ありがとうございます。テンション上げちゃいかんキャラ、僕はちょっとテンション上げないキャラで、あげるときに言っちゃいけない、あげてるときに言った、あげてるときに言った、ワニラジオ、ワニラジオのようにワニラジオのようにボソボソボソっと今日ワニラジオ、え、これもう映ってる？もう映しました。やだ、すごい事故の顔してる、私事故の顔、それ黙ってた方がいいですよ、あの事故の顔なのと思われちゃう、あ、もう流れてる、どこかでまだわかんない、調子がね、なんかこれすごい事故の顔が来てる、あ、そっち来てるね、私の方に来ないな、ちょっと今からちょっと私の方に上げてしまう、誰かこれを一瞬見てほしいな、近況若干恥ずかしいじゃんね、そう言われる、ここ室カフェで、もう桜井さんスタートした、スタートしてますけどね、自分に帰ってこないっていう、チェックができないという。僕はあのもう、河辺さんお願いしてるだけです。あ、来た来た。やっと来た。ちょっと音のチェックをして、音のチェック。視野をちょっとしていただいて。僕はそれは1時間。そう、最近1時間ほぼほぼ歌って終わってるみたいな。トークが減ってきて、トークが。だんだん。ネタがなくなってきたなって思いながらねもうね、喋れないんですよ、そこに、あの、しわきさんみたいに打ち込むとちょっとやばいなと思って我慢しながら、10時ですよね、10時、ちょうど10時、はい、10時になりました、はい、いきます、はい、あ、来た来たあれだ、早く、早くもう撮ってる、はい、普通にですか、うん、これ、T シャツ買ってないのに何が T シャツですか、おかしいな、置いてきちゃったちゃんとサイズ言ってるぞね、すいません、遅くなりまして、いつから始まってんの、まだ始まってないです、なんだよどんだけハラハラしてきたことやら、もう10時になったんでスイッチ入れましたよなんだよ、じゃあ始まってるってことじゃん放送は開始してますけど、まだね、シェアしてもらわないといけないので、シェア、シェア、そうだ、シェアしてない、なんだよ、もうシェアはこれどうすればいい、焦った、焦った、シェア、売りましょうか、このシェアです、あ、それ、それ写真だね、これ違います、ね、それもいいな、間違えたとこにいっぱいメールしちゃったよ、でも私のとこに行かないとダメですね、桜井さん、はい、久美さんの顔が見えん、大丈夫です、大丈夫です、本番モードまだなってないので、Facebook ですか、Facebook です、桜井さんのこれを、私のやつを見てもらうと、これをシェアすればいい、あ、そうです、このシェアで大丈夫、シェア、はい、で、シェアするで、シェアする、はい、それで始まりますとかで、これ入れる、うん、それは何でもいいんです、シェアする、もうさすが久美さんのことコメントが早いですねエロティック特集って書いてある、バレたか、さんからバレたか、伊藤さんも出ます出ますいいですか、伊藤さんと OK OK、ちょっと待って、別のとこメールしてたね、お前急ぎのメールがあったからごめんなさい、遅刻よりも番組より大事なものがあるわけですね、いやいや、よし、行きますよ、もう仕事の横澤さん、すごい嬉しそうな顔で笑ってる、これあはははは、ちょっと待って再生されてないです、これ音小さく、はい、行きます、はい、メールで忙しいけど、まあいいや、まあまあいいですよ、あのまだシェアして、はい、いいです、はい、オープニング、こんばんは、はい、木曜日10時ですけど、ちょっと過ぎましたけど、あの遅刻してきた人がいたもんで、ちょっと、ね、すいません、私です、はい、それで今だメールをやってるというこの現状すいません、私です、ないですか、あの室カフェでナイターとかこういうのないんですか、ないんですね、オープニングはないんです、ね、ない、おじさん2人ではないんですね、室カフェでナイター始まります、ちょっとクミさんやってください、何ですか、女子にメール打ってないでよ、女子じゃない、ほらメール打つに小指立ってますよ、小指が違う、メール打つに小指が立ってる、違うって、はい、仕事の、すいません、私なんか真ん中ぶんどっちゃって、T シャツを、本当に仕事ですか、いや仕事、これ覗いても大丈夫ですか、じゃあ本当ですよ、これ本当ですか、これね、本番のお世話になります、ね、いや結婚式の写真ね、娘の旦那用に服を借りたい、ほらやっぱり女性にメールしてましたね、違うって、娘の旦那用に服を借りたいと思うのですがとか、まあそんなことはどうでもいい、始めましょう、そんなことどうでもいいんです、そんなことで、はい、はい、始まります、室カフェでないと、はい、今から始めさせていただきます、はい、はい、今日もとうとうね、また
またって言うな。また木曜日来ちゃいました。またって言わないで。なんか残念かなと思っちゃうじゃないですか。いやいや、そんなことないけども。普通に、普通に。あれ、俺 T シャツ忘れてごめんなさい。まあ、申し訳ない。ちょっとこう紙に書いてさ、ここは貼るわ。隣に一言言えば、サイズすぐ揃います。あ、そうなんですか。置いてきちゃってごめんなさい。そんなわけで。いかに持ってるような会話しないですね。知らない間に、久美さん。はい。はい、来てたみたいで、すいません、うん、ごめんなさい、お待たせしました。小坂さんのスケートで、そうそうそう、ですね、小坂さんがもう来ない前提でメンバー来ないで、来ない前提、はい、なるほどね。もう今日また40人ぐらい来てるじゃないですか。そうですね、いっぱいいますね。どうするんですか、入りきらない、入りきらないこと来てればね、いいですけど ね、そうですね、はい、うん、こんなわけで、はい、じゃあまあとにかくね、まあ、その告知の方どんどん行ってくださいよ、はい、なんか入ってます、うん、お、見てるよって見てるよって言ったかなちゃん、やっぱりあの出る人によって反応が早いですね。誰かなちゃん、加藤かなちゃんと水野くんと、うん、水野さんが今から呼ばれてないけど来る、来るの行こうかなって聞いたので、うん、はい、なるほど、全部久美さんのファンじゃないですか。違いますよ、違いますよ、そうそう、もう番組持っていかれましたよ。もうすでにもう席だったら2カウントだったら減っちゃうどうしようかないと40人帰っちゃいますよ、みんな。どうするんですか。店内ガラガラになっちゃうんですよ、ね、はい、そんなわけでね、はい、まあ、あの今からイベントの紹介もさせていただくんですけれども、はい、まあ先にねあれすると、まあ、ちょっと涼しくなってきましたんでね、過ごしやすくはなってきたんだけど、はい、風邪ひいてる人多いですから、まあ、皆さんちょっと気をつけてくださいよ、そうです ね、はい、なんかこうマスクしてズルズルやってる人いますから、はい、ね、急に夜は寒くなりますんで ね、 本当ですね、まあ、布団ちゃんとかぶって寝てくださいね、うん、だったら布団系飛ばしてね、風邪ひくんですよね、みんな、そのパターンですわ、うん、よくあるパターンです、うん、はい、そんなわけで今日は久美さんは、うん、うん、今日は何しに来たんだろう、何て言うの、私ですか、うん、今日はですね、うん、室加平さんにご飯を食べに来たのと、うん、ご飯食べに来たのね、あの夜定食ね、マスターの美味しいね、夜定食、うん、マスターの顔も見たくなったね、マスターの顔も見たくなって、イケメンマスターのね、イケメンですからね、うん、見に来たのと、あのやっぱりこれいつも私のこの、うん、マイ T シャツなんですけど、あ、はい、マイ T シャツね、マイ T シャツね、マイ T シャツ、はい、これ、はい、ピンクと黒の、うん、はい、これね、うん、なんて書いてありますか、知ってますか、なんて書いてあるか、結構最近来てる人が多いんですけど、あ、多いの、はい、多いですよ、あ、俺もそういやね、はい、スタバの横歩いてる人これ来てた、本当ですか、うん、いやいや、もう本当、あのラジオやってるじゃないですか、うん、で、あそこに横に FM さんがあるじゃないですか、もうないですよ、今ないの、ありますよね、あるよね、駅前ね、駅前です、駅前、もうスタバ行くの覚えちゃってさ、初めね、分かんなかったんだけど、覚えちゃったって、覚えちゃった、うん、だってさ、お前行ったことあるかって一回馬鹿にされたことあって、いや、ないよって言ったら、ああ、やっぱりねとか言われて、頭きてさ、もう絶対スタバで行って、俺注文してやろうと思って、なんで注文するんですか、デビューしたんですね、いや、だから、まだ暑い時ね、今年初めてスタバデビュー、うん、夏の暑い時にね、はい、アイスコーヒー、うん、で、どう言えばいいか分かんなかったんで、うん、もうカウンター行って、うん、ちょっとまあまあ年いっとる人の方に向かって、うん、若いお姉ちゃんないんですか、じゃない、うん、そう、若い姉ちゃんいましたでしょ、おった、若い姉ちゃんばかり、そっち行かなきゃ、で、一人おったの、まあまあ年配ではないけど、まあ、その中ではまあまあベテラン組かなっつって、うん、もう堂々と、うん、アイスコーヒー小さいの、うん、それで通じましたよ、まあ日本語ですからね、わかりました、通じますよ、それただし後からなんかごちゃごちゃ言ってたな、最後は、ね、今日は、うん、なんとかコーヒーでどうたらこうたらって言って、ああ、それでおすすめがあるんですよね、今日本日のおすすめ、ああ、コーヒーの味がね、そうそうそう、そう言われたけど、うんうん、ああ、そうでいい、それでいい、その辺がやっぱり通じゃないね、やっぱりこれこれって言われたんですって言われたらちょっとね、だからメニューが全部横見ちゃうんでわかんないですよね、わかんない、ね、飲み方がちょっとね、うん、いっぱいだったけど、うん、アイスコーヒー一応それで通じました。まあ日本人は通じるわけだね。うん、一応ね。ね、うん、ただまあ横で並んでるね、うん、ね、お姉さんたちはなんか変な目で見てました。まあまあいいっす。スタバデビューしたんですね。スタバデビュー、もう4回ぐらい。4回ぐらい。でそこに行こうと思った時に、うん、あの河合塾の方にこう有料駐車場があるんだけど、うん、あそこを置いて、うん、歩いて行って。うん、FM を通り過ぎてスタバ入るじゃないですか、うんね、うん、この FM を通り過ぎたあたりが反対側の道にこれ来てる人ある、本当ですか、本当ですか、まあ本当にマジです、エロティック東三河ピンクに行くと多いんですよ、
あれ JJ だったの JJ あの普段着にして怒られますので、ね、ちょっと最近ね動画合わなくなってきてねじゃあ、まあ、もしかしたらエロキック東三河のいや本当本当間違いないですよ、ね、これ後ろから見たら分かんないんですよいや前からだから俺がこっち行ったらもう反対車線をこっち歩いてたそして俺こうやって見たもん可愛くなったね違う違う違うの、うん、かわいいかどうかはまあちょっと失礼とりますけどなるほど、うん、まあそんなわけで見ましたんで、はい、あここまで浸透してきたなと思ってね、はい、びっくりしました続々とねよく私も見かけます この意味分かってますよね、うん、この意味エロティック東かしらいや私意味聞いただけで読みとか言ってませんけどね意味ねそう意味意味はだから、うん室陽水のそんな感じ使ってませんけどいやだけど、まあ、意味は大体聞いたから、ね、大丈夫今日そのためにわざわざゲストしていただいたからねあ そ, うか、まあ、そこら辺ちょっと詳しくね、はい、あの本部と言っていいのかな、ね、関係者関係者の一番上のクラスの近いところですトップですまあまあ、まあ、あの一番の責任者じゃないですか、うんこの方のおかげで久美さんも東京行けるというそうなんですすごい大物見ていただいてはいはい、はい、それはもう本当にすごい見てていただけるんですよ、はいはい、そんなわけでね知ってますお会いしたことありますね、うん、こちらはこちらのもうまた外れること言って大丈夫ですかじゃあまたお話をねしながらねそうですね、うん、あのし清水さん会ったことないんだ清水さんはあの何度 か, 何度かあのキッチンカーやらねいろんなイベントのとこ名刺も交換させていただきますか大丈夫ですか大丈夫ですかもうバッチリあちょっと安心しました今まとまってるのくれたらどうしようと思っていやいやもうダチになってますからダチですかごめんなさいちょっと嘘つきましたってちょっとだけ嘘つきましたねちょっとですか大丈夫ですかちょっとですごめんなさい見え張るとバレちゃいますよ、うん、大丈夫ですはい、はい、そんなわけでねこのエロティック東三河の本部の一番のね、はい、まあ、あの責任者の方が来ていただいて、はい、この企画は一体何ぞや、はい、まあ、そこら辺からちょっとね説明していただいて、はい、で久美さんが今日いるわけかわけは、はい、まあこのエロティックを通じて、うん、はい、東京で、はい、持ち歌を歌わせてもらう。そうです。このエロティックがなければ、うん、はい、その話も最初からなかったことになってしまうんだけども、まあおかげさまでというところなんですね。はい、はい、おかげさまわかりました。いや、これもあのプロデューサーの力が大です。誰だろうね、プロデューサー。サンタ振ってきて何だろう頼んますよ誰だっけ広坂さんですよ、じゃあ広坂さんのおかげで礼儀になりましたらいいですか、うん、いや、まあまあまあ、まあまあ、そこら辺は適当に適当ですかあのファンクラブ会長にもね、はい、きっと見てらっしゃるでしょうから、うん、そうですね、あの久美さん出てますよ、見てますちゃんと会長寝るのが早いからな会長多分もう、ね、寝てると思います、もうこの時間は、はい、うん、朝見るんです。朝4時に起きるんです。朝4時、うん、すごいな。そうですよ、はい、まあそんなわけでね、はい、それじゃあね、はい、もうここはあまり長く引っ張っても仕方ないですから、はい、まずこのねエロティック東三河の由来からちょっとね、こんな具合でこういうものが始まって今回こういうことやりますよみたいなところをねちょっと説明いただければ、私たちもね、あの散々これでね、清水さん散々ここで一応ねエロティックさんの話はさせていただいておりますのでね、今回別に初めてじゃないですから、ね、か今頃ごまって僕でそこら辺は改めないかんと分かっていただいて、はい、そんなわけでね、まあ、場所的にねちょっとスペースが少ないもんですから、私ちょっと大切に休憩しますので、はい、ここで入って話してください。違います、チェンジします。チェンジ、うん、あ、そうなの。そうなんですよ。いや、花がいなくなっちゃうまた出してください。ちょ、俺トイレ行きたいし親子にもうじじいの墓だって。しょうがない、急いできたもトイレ入る時間もなかったんですよ、うん、そうじゃ我慢しろよじゃあ今日のね、ゲストをじゃあね、あ、お呼びしましょうかね、はい、どちらが出ます。まずもちろんポジションからでいきましょう。はい、じゃあ清水さんこちらへ。じゃあ清水さんどうぞ。はい、どうぞ。あ、清水さん。清水さん、清水さん。男は背中で物。そうだ。もう早速背中で語っていただいてますけど、あのもうちょっと背筋伸ばしたらいいかな。はい。はい。そうですね。姿勢よくしていただくと。はい、シャキンと、はい、よしと百能神さんの、はい、こちらからですね。あ、そうか、はい、はい、どうぞ読んでください。豊橋
100の人、はい、はい、背中で語っております。はい、はい、声そのまま行きましょうか。じゃあ、前耳をして顔だけ NG じゃないですよね、大丈夫ですよね。早く突っ込んでください。ボケたぶんボケ具合がちょっと分かりにくい、すみません。真面目でやってるとテンション抑えていくって言われたら、ヨハシとかって言う読み始めたから何やってんの。こんにちは、ペコリンです。こんにちは、ペコリン。テンション下げてください、テンション下げてください。今日テンション下げ気味のキャラでいくそうですよね。大丈夫です、大丈夫です。ハイマックスですね、テンション。よく分からないハイマックスなんですけど、大丈夫でしょうか。大丈夫です。で、ちょっと自己紹介といいますか、はい、はい、メイシーさん、メイシーさん見てる、メイシーさん見てる、メイシーさん見てる、ちょっと分かりにくいですね。はい、え、何でしたっけ、自己紹介。あ、自己紹介です。はい、はい、先ほどからご紹介していただいておりますけれども、はい、エロティック、はい、東三河、はい、プロデューサーを、はい、しているのかな。かな、かも、かも、はい、かも、はい、多分そうです。はい、はい、清水です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと、やっと。本名って恥ずかしいです。清水です。はい、ご忙しいとありがとうございます。ね、お忙しいの。1ヶ月に、ね、近づいてきました。あ、とんでもないです。もう、はい、本当にね、待ちに待った今日の、はい、ずっと出演で。清水さんたちがいない間も、あと桜井さんずっとこれ来て、はい、毎週毎週、はい、あのすみませんコマーシャルを、ね、それ嘘です。いや、でもほとんどやってくれてましたよ。先週から来ています。すみません。こうやって皆さんがこのエロティを来ていただいたことで、ね、少しずつね、あの知っていただける方も増えてまいりましたので、はい、本当に感謝でございます。ありがとうございます。出ていただいて本当にちょっと出てもらえると思ってなかったので大変嬉しかったんですけど、いや、もう今日は真面目に、あの、はい、真面目にって冒頭なんだっていう話をいつも真面目だと思うんですが大丈夫だと思います。真面目にやらせて、はい、いただいております。はい、いつも本当はあの月曜日にね、ご自身の番組でも PR をこれブブブブ大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。え、月曜日に、はい、やっててちょこっとだけ、ちょこっとだけ、はい、はい、歌もね、ちゃんとある時はね、ブブブブある時はね、シンガーでもね、はい、いらっしゃってね。でも私は実言うと、いつもキッチンカー乗ってらっしゃるので、あ、百能神さんでレモン作ってるんだと思ってたんですよ、私。いや、もうね、本当は恐れ多い話ですが、ね、そうなんです。いつもキッチンカーで、はい、いろんなイベントに出させていただいて、はい、いや、私的にも百能神さんでレモン作ってる人だというイメージしかなくて、 ありがとうございます、はい、もう本当に恐れ多いことです。そうですね、はい、豊橋百能神っていうね、農業の皆さんがこう集まった東三河の、はい、プロフェッショナルの方が集まった、はい、この豊橋百能神の、私はあくまで裏方で、先ほどおっしゃっていただいた、レモンを作る、河合果樹園の河合さんと、農薬でレモン、はい、この方がこの生みの親です。はい、この豊橋百能神という団体の生みの親、はい、まあ、その方のおかげでこういう団体ができて、今に至る、まあ、来年10年です、ちょうど設立をして、来年10年、はい、すごい10年になりますので、すごい、まあ、ありがとうございます。まあ、10年一昔と言いますけれども、はい、まあ、なんとか10年やってこれそうですので、その10年を語る前に、はい、今回大きなイベントに、そうなんです、ね、ちょっとフライング気味なんですけど、待たずに来年何かやらないといけないってことでしょうかね。うん、っていうことなんですけどね、はい、ありがとうございます。もうこうやってね、読んでいただいただけで、私はもう満足でございます。もう終わりですか。まだまだ、まだ今からありますので、これからですか。はい、じゃあ次のかな。いろんなとこでね、PR はしているかと思うんですけどね。ありがとうございます。ね、改めてね、はいはい、でも早速、はい、さっきちょっと前振りしちゃったんですけども、ありがとうございます。はい、こちらのエロティック東三河なんて人もきっかけって言いますか、何か、はい、コンセプトって言いますかね、なんでやろうかなっていう話になったのかっていうのは、なるほど、はい、これ真面目に答えればそうですね、80% ぐらいの確率で真面目であればいいかな。8割ぐらい。この番組ね、彦坂さんがおらんときは真面目だ。ああ、なるほど。そうそうそう、彦坂さんがおるときはふざけてるんですけど、
ということは、今はじゃあ真面目。そんなことないよ。これ前振りですかね。まあ前振り。大体ここに座ってない時点でもうふざけてるでしょ。そうですね。そういうキャラになれっていう。いや、じゃあないです。そういうのはないです。違います、大丈夫です。レギュラーになっていただくのはちょっと考えます。多分番組終わります。もう大丈夫、大丈夫、大丈夫です。土台もともとありませんね、大丈夫です。素晴らしい、素敵な流れます。いや、もう緊張します、今日本当にね。じゃあ、隠しちゃいけない。あまり振りすぎるとあれですね、忘れちゃいますね。じゃあ、まずエロティック東三河ですね。これを始めようかなっていうきっかけって言いますか。今年ね、かなりいろんなところで話題にはなってはいるんですが、豊川様子、まさにこの奥三河と、それから渥美半島の最先端ですね、平子まで結ぶ人工の河川、豊川用水、これが通水して、いわゆるできて水が流れて50年なんですね、今年がちょうど。なるほど、50年っていう節目、50年っていう節目に入ってるんですね。節目に入りました。で、もともと豊川用水ってなかったわけなんですよね、50年前は。それも言うんですね、もともとなかった。その当時のことをよく知っている方は多分話をしなくても済むかなと思うんですが、ただ残念ながらその当時を知る方っていうのは、ご高齢であったりね、しますも亡くなられたりとか。そうですね、50年前にできたんですから、それ以前でいい、それ以前のこの東三河の様子をよくご存知の方、ですよね。そうなんです、そうなんです、つまり、例えば農業、何を作っていたの、その当時、もうその要は水がないわけですから、自由に使える水が、例えば井戸でこう水を取りに行ってですね、そこから背負ってね、背負ってですよ、肩に水ですからね、背負ってその農地まで運ぶ、そんなことやってられないじゃないですか、ね、たくさんの水を運びたいのに。土地がね、庭ならいいんですけどね、広い土地ですからね、要するにその時代の農業っていうのは、本当にその水があまりなくても作れるようなもの、具体的には、こう芋とかですね、芋、水がなくても作れる、なんて言いますかね、こう自然にこう雨が降ったりで作れる範囲で作れる範囲のものって限られるんですね。だからその豊川用水ができる前の農業っていうのは、はっきり言えば非常にこう、貧しい、しょうがないですね、たくさんの作れるわけでもない、種類も限られる、はい、それが豊川用水50年前にできたことで、東三河、要は豊川っていう川がありますが中心で、それ設楽町の段戸山っていうのが、源泉地だと言われてて、そこから一粒のこの水がですね、山にこう蓄えられて、ちょっとずつ流れてきて、流れ出して、それが小川になって、やがて川になって、川になって、で、関佐川とか豊川とかになって、で、それが、そのままだと豊川からまた水を持ってこれないので、渥美半島の先っちょまでは。流れるのは街中のね、そうですよね。ですよね。畑の方では水はないですもんね。そのまま三河湾に流れていってしまうんで、どうしても渥美半島の最先端まではいかないんですね。それを頑張って、50年前に豊川用水を作って、で、水が平子の先まで、なってから、で、おかげで愛知は。だから50、たった50年ですよ。半世紀の間、たった50年の間に農業が劇的に変わったんですよ。その豊川用水ができたことによって。で、しかも、もともと地方で良かったところですね。水があればなんとかなるっていうことですね。そう、どの土地でもそうなんですけど、基本的にこの東三河、愛知県っていうのは、気候には恵まれていますよね。極端にすると、寒すぎず、暑すぎず、ちょうどいい。で、立地もいいですね。いわゆる大都市圏、東京、大阪のちょうど中間、なるほどね、ですので条件は非常にいい場所なんですが、なんせ水がなかった、だから農業が栄えなかったんですよ、それが豊川用水ができたことによってもう劇的に、しかも短期間で50年という短い間に一気に農業が変わって、今なんと田原市が、全国でですよ、田原市が、市町村別の、産出額第1位なんですよ、農業の1位なんですよ、1位ですよ、全国ですかね、全国の一番、その市町村の中で一番なんです、一番
要はあのたくさん作って売ってると、うんね、あそうなんです。それが豊川洋水の。それが豊川洋水ができた、できる前は作れなかったわけですかね。豊川洋水ができたことで高橋が1位、うんうん、で隣の豊橋も、うん、あの今現在10位だったと思うんですけど、最新の統計だとですね、うんはい、ちなみに10位は何なんでしょう、豊橋は。あの全部です、豊橋市内で作る農業の産出額、そう、総産出額が10位、あ、なるほど、つまり田原と豊橋だけでもうその10位の中に入っちゃう、しかも田原1位、田原が一番で、豊川も上位なんですよ、うんうん、で隣の浜松は何位だったかな、適当なこと言えないですけど、適当なこと言えないですけど、でも上位の中に入ってる浜松市も、だから三円地域だけで本当にその日本の農業、まあ、日本の食を支えてるっていう国産、うんうん、そこまでこう来たんですよ、まあ、浜松は別ですけど、あの東三河だけでもそういう、ね、農業王国になり、うん、だからそれが、うん、豊川用水のおかげ で、はい、で豊川用水ができて、うん、通水して今年50万、はい、まあ、これが長くなりましたけど、はい、力が入ってない、ね、まあこれで終わりってなると思います。ダメです、まだか、まだ、あの豊橋用水路のね、50年のあれですよ ね、 ね、ちょっと説明ですね、熱い思いがね、はい、詰まったわけですね、それからのこれね、で農業を、まあ、栄えて、はい、いるよっていうことを、はい、で今度この冒頭にお話したこの 豊橋百年、はい、100年、はいはい、我々農家 の、うん、あのそういう、こうメンバーたくさん集まってます、はい、まあ、必然的に皆さんその豊川用水、まあ、直接間接問わず豊川用水の恩恵を受けられている方々が多いので、まあ、なんとなくその豊川用水今年50年だということは、あのなんとなく分かってくださっている方は多いんですが、ただ直接的にどういうふうにしてこの恩恵というかね、豊川用水で受けたこの感謝の気持ちをこうどこへこう伝えよう、伝えよう、どういう形にしようっていうのをこう、うんうん、まあ、考えてたわけなんです、はい、もちろん僕一人で考えたわけじゃなくて、うん、はい、この会の会長がいます、こちらですね、エロティック東三河協議会会長、会長、はい、会長、はい、その名は、その名は、うん、株式会社 G ファーム代表取締役社長社長鈴木義人さん、はい、はい、ね、そうです、あのピンとこない方も田原ポークと聞けば、もしかすると、そうですね、どっかで聞いたことある。イベントにもね、参加されてて、そうです、そうです。田原ポークっていうその豚肉のブランド。普通の豚肉全部田原ポーク。ありがとうございます。すごい。それは G ファームの社長はご存知ですか？え、それはもちろん知ってます。ちょっと声が聞きましたね。知らんって言われたら勇気あるコメントでしたね。ちょっと確かめておかないとね。そうですね、はい、もうそれぐらいたくさんの方に今使っていただいて、はい、まあ、その田原ポークの、うん、作っている養豚業、はい、鈴木さんがこの会の会長で、はい、まあ、会長って名ばかりの会長じゃないんです、はい、この会、まあ、つまりこの豊川養成50年で、はい、何かやりたいと、何かやりたい、何かやりたい、うん、でその一つとしてね、まあ、いろんなことはできると思うんですが、やっぱりその豊川、うん、豊川っていうのは本当にその奥三河から伊良湖の先っちょまでこうずっとこう流れて、しかも豊川用水によって蒲郡にも、蒲郡にも水が行ってます、蒲郡にも行ってますよね、はい、100% 水道水蒲郡の、うん、飲料水、うん、そういうふうに東三河全体がこの豊川用水の、うん、まあ、特に南部は恩恵を受けてる、でそれをこう育んでくださっているのが奥三河と、だからこそ東三河一つの、うん、一つになったイベント、何か催しをやりたいんだというふうに言われまして、はい、それで東三河テーマです、でこれで、ね、はい、に至ったわけですね、はいはい、まあ、そんなところですかね。はい、いかがでしょうか、メンバー皆さん大丈夫でしょうか、今説明足りてましたか。あ、大丈夫です。よかった。このイベントに対しての熱いね、はい、気持ちからのですね、はいはい、詰まったイベントということで、東三河を、はい、こう何かしらこう、うん、の魅力をこう伝えたいと。魅力を。魅力を。その魅力の伝え方として今回企画されている3つのプランがあるんですか。はい、あ、そうですね。はい、あのまあ、そもそもこのイベントは東三河の魅力を伝えるってことなんですけど、うん、じゃあ魅力って何かと、そうですね、そうなんです、あの多分
人それぞれ本当に100人いれば100人100色が、うん、あると思うんですよ、そうね、100以上の色が、うんね、いろんな色があるとは思うんですが、はい、まあ、我々はそれをあえて3つに絞ったテーマを3つにね3つに絞りました。で実はその東三河の魅力を伝える前に、うんうん、実はこのちょっと風変わりなタイトルを付けさせていただいたんですが、うん、まあ散々皆さん言っていただいてますけど、うん、エロティックっていうこの言葉ですよね。そうね、ちょっと言葉がね、はい、誤解を招くような発音が近いんですけど、はい、もう誤解を今でも招いております。賛否両論あります、ね、はい、正直なところあります、うんうんうん、はい、この名前によってちょっとごめんなさい関われないですって、おっしゃって、まあ、正直におっしゃっていただいた方々もいらっしゃいますし、逆に名前いいねって、うんうん、だったら一緒にやりましょうってこう協力してくださった方も、ちょっとギリのせいなんですね。まさに賛否両論なんですが、うん、じゃあなんでこの名前にしたかっていうとですね、うん、これ本邦初公開なんですが、うん、いいね、そこで言っちゃって。じゃあやめます。じゃあどっかに撮っときましょうか。大丈夫です。今ちょっと大げさに言いました。本邦初公開でも何でもなかったんですが、はい、ちょっと残念かな。ですけど、ちょっと僕がこうやって、はい、実は自分からこうやって話をさせていただくのは、はい、実は初めてなんです、はい、あ、そうなんですか。はい、まあ、要するにですね、要するにですね、はい、東三河のことを、うんうん、はい、どれだけの方が、うん、ご存知なのかなってところなんですよ。元々はですよ。東三河って聞いて、うん、どれだけの全国のですよ。例えばね、はい、全国で、どれだけの方が、なるほど、全国規模でね。はい。はい、なるほど、そうなると難しいですね。難しいです、うん。地元の方でもそうじゃないんでしょうかね。あんまり東三河ってそういうキーワードって出てこないんじゃないかな。東三河って天気予報でも言ってませんのでね。そうですそうです。まあね、うん、豊橋。あとね、うん、皆さんが住まれて、まあ、僕は豊川に住んでるんですけど、うんうん、ね、まあ、地名っていうとやっぱり自分の住んでいるその市町村ですよね、うん、だけどあえて東三河ってこうなんか使う時ってなんかすごくこう少ない気がするんですよ、うん、そうです、ほとんど使わないですね、ほとんど使わないですね、天気予報も東かにしかって言ってますからね、ですです、そうですよね、うん、むしろ三河っていうのはなんとなくね、うん、徳川家康のイメージもありますし、ね、ドラマとかでね、時代劇があるとね、そうです、三河や家康がいればもう出てくるような名前ですし、出てきます、なんとなく三河っていうのは、でも東ってついた途端に、うん、なんじゃそりゃと、そうですね、なんで東と西と、あ、じゃあ西もあるのかと、うん、だけど今回は先ほども申し上げました通り、うん、はい、豊川用水がテーマですので、うん、はい、やっぱり東三河なんですよ。豊川用水が東なんですね。東なんです。西には残念ながら、うん、ないんですよ。その豊川用水の恩恵という意味でも、うん、ああ、まあちょっと無理がありますよね。無理がある。流れ的にはね、西三河じゃないんですよ。うん、その豊田市とか、うん、岡崎市とか、はいはい、そうかそうか。高田町じゃないですよ。蒲郡までなんです。だからあえて東三河にこだわったんです。その東をつけて、うん、そうすると途端に、うん、分かんないんですよね。わかんないんですよ。なんだ東三河、読めない方もいらっしゃるし。あ、そうなんですかね。だから世の中ね、なかなかこう愛知県って聞いてもですね、あ、名古屋ねって、うちの両親は京都に住んでるんですけど、いまだに名古屋って言いますから。そうですね、はい、愛知って言うと名古屋ですね。そうなんです、そうなんです。名古屋から遠くて大変ねって、ね、名古屋じゃないんだって、ね、もうこの会話多分50回以上やってる。100回じゃないですか。はい、そうですそうです。それぐらい外から見た方って、うん、その愛知県って聞いてもですね、ピッとこない、うん、これはもう実情なんでしょうがないんですよ、うん、でそれ以上に東三河って聞いてですね、うん、ピッとこる子だから、だから僕がまず一番最初に考えたのは、うん、はい、東三河テーマにするべきだと思ったんですけど、うん、東三河と何かをセットにしなければ、うん、多分素通り、言葉として全くこの意味のないテーマになってしまう、うん、でしかもこう刺さらないんですよ、ね、うん、でそこでどういう言葉にしようかって散々考えたんです、はい、だから出発点はそこだったんですよ、うん、だけど適当な言葉は使えないですし、うん、ね、その意味がなければ、うん、そもそも、はい、言葉ってすごく大事なので、うん、コピーライターもやってるのですごくその言葉に対するその思いって、普段からそういう強いです、うん、でその時に魅力ってあえて、う
まあ、東三河ってな好きなところ いろいろ皆さんおありだとは思うんですけど、うん、それを一言で、うん、言い表す言葉、うんうんうん、でしかもこうちょっとこう胸に刺さる、うん、ちょっと待って、それ今なんて言ったって言葉で聞いて、いやちょっと今聞き間違いかもしれんけど、なんて言ったって、そういう言葉を探して、それが僕にとってエロティックだった、エロティック、エロティックだったんです。なるほど、エロティックっていう言葉は、うん、日本では、うん、あまりいい言葉として、どちらかというと、うん、ネガティブな言葉として使われがちなんですけど、うん、これがヨーロッパ行くと違うんですよ。そう、はい、うん、全く違います。それ美的な、その美なんですね。美なんです、まさに美、イコール美ですよ、美、美ですよ、美ですよ、美ですよ、クミさんの美ですよ、ね、そう、まさにそうなんです。そうなんです、ね、そういう美をエロティック、エロティックって、もうあのもう褒め言葉、最高の褒め言葉なんですね。そうです、そうです、うんうん、普通に使える言葉なんですけど、うんうん、どうしても日本人ってその、うん、まあそもそも エロとかエロティックとかいう言葉に対する抵抗がすごく強くてですね、うんうん、まあ、うんうん、何を隠そう、私もそうなんですね。さ、この企画を立ち上げてエロティック東三河って名前を付けた当時は僕も若干人様に説明をするときにどうしようって、あの豊川用水のとか50周年のイベントでとか言うねて、あの、うん、だんだん私自身も慣れてきました。今はもうエロエロ言ってます。エロのイベント。エロはやっぱりちょっとまずいかもしれない。エロのイベント、まあそこまでちょっと僕は突き抜けてしまいましたので、何の抵抗もないですし、ね、あの、まあ家族の会話でももう成り立ってますね。だからそれぐらい、まあ、その日常的な言葉として非常に魅力的な言葉なので、うんうん、まあ、そういうチャレンジはしたいなと思ってたんですね。ちょっとね、やっぱりしばらく伝え切らないと、やっぱりどうしても違うエロの方に、ね、そうです、もうあの普通に我々今日もあの2人見えてますけど、うん、運営メンバー、実行委員のメンバーの中でも、はい、もう普通にエロの会で、エロの打ち合わせ人前ではあまり言いませんね、エロエロって。いやもうね、あの人前でも言ってますよ普通にあの打ち上げとかね、会議の後食事食べに行ったとことかでもう普通にエロティック、はい、全く抵抗ないですね、今ね、はい、まあ、それがいいのか悪いのかですけどいいのか悪いのかはちょっとわからないんですけど、でもあのね、まああのみんな知り渡ればね、みんなさ、はい、あのことだねって、そうです、言ってもらえるしね、はい、うん、全然あの問題ないということになる、ね、ありがとうございます、うん、ね、なんでまあそういう中でエロティック東三河っていうテーマでやろうと決めさせていただいて、うん、はい、美なんですね、結局はね、そう、美なんです、うん、え、ちょっと話長かったですけど、でも戻ります、はい、どこへ戻ればいいですかじゃあ後ろ向きからもう一回見たら挨拶とかで行けばいいのか、ありがとうございます。3つの何をするかって聞かれて、まあ、今回の見せ場といいますかね、はい、東京まで何を持っていくか、持っていくかですね、はい、美とは何かって、ね、はい、一つは、はい、私はやっぱお祭りだと思いました、はい、お祭り、はい、お祭りです、東三河のお祭り、東三河、うんうん、はい、で特にっていうわけではないんです、もうたくさんお祭りがあって、うん、まあ本当に花火も毎週のようにね、うん、あの上がってますし、お祭りの時期になると、まあ、今そうですね、まさにね、そうですね、うん、まあ、あの皆さん当たり前だと思ってることは間違えてますからね花火毎週上がりませんからびっくりしました、僕が初めて京都からこっち来た時、なるほど、はい、うん、そうね、爆竹鳴らすね、はい、大砲、戦争でもおっぱじまったので、あの本気で思いました、あのドンドンってババババババンとかね、うんうんうん、なんじゃこれやですよ、うんうん、私も今に爆竹に見えるか分かんないですけどあれ爆竹もすごいですよねバン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 、でもあの、うん、そういうこうお祭りの文化がもともと根付いてて、うん、まあね、手筒花火なんても、うんうん、他でやれないですからね、うん、あれ、うん、ダメだって言われる、危ないから、うん、そう、基本的に危ないですよね、危ない、火薬持ってますから、ね、そうそうそう、その時点でダメです、そうですね、普通は、普通の一般の方がそうやってこう上げられてる、うんうん、そういう伝統の層ですね、あれがね、まさに伝統だからこそ今でもやれる、うん、そういうこう伝統に根付いたお祭りが、うん、全国であるないんですか、ないです、ないです、もう、うん、ここの三河、ね、まず一般人上げることはないですね、あ、そう、演習の すごいことですよね、すごいことですよ、今の気がつきましたそうですよ、あんなのって怒られるけど、あの、うん、
火薬の入ったあのあれをですね、みんなこう詰めて詰めるんですよね。軽トラで運ぶのあんなもアウトですよ、ね、普通の火薬を運ぶみたいな運ぶアウトですよ普通だったら、ね、だからそれが許される特殊な町なんですよ、うん、あなるほど、この地域っていうのはすごい、ある意味すごいですよね、すごいすごいことです、火薬を軽トラで運ぶ、運べる、運んじゃう、ええ、うん、だからそういうことがもそもそも魅力だし、うん、すごい、そのお祭りの文化っていうのが本当に根付いてて、うん、これまず大事に、ね、皆さん知ってらっしゃる、これをちゃんと伝えようと、うん、で申し訳ないですけど、うん、全てを伝えることはできないので、うん、今回、うん、花祭りと、花祭り、はい、花祭りっていうと市内、豊橋市内ではあんまりあれですよね、豊橋市内も知られてはいないですけど、知られてはいないですね、そうなんです、うん、やっぱりその大元っていうかね、大元は奥三河、まあ、東栄町、豊根村、設楽町で、700年続く花祭りの文化がありますね、でそれを、それをまあ、あの各地区でされてるんで、うん、それまた皆さんというわけにもちょっと難しい、ね、そうですね、今回は味噌野っていう、あの味噌野、その味噌野地区の花祭りの保存会の皆さんに特別に協力をいただいて、すごい、はい、東京に、東京、東京っていうのもまた言わなきゃいけないですいきなり東京東京行きますとりあえず、あ、まあ、とりあえずじゃないやり歩いてどこやるんだみたいな、でそう基本的なこと何も知ってる人は何とも思ってないもんね、行きますね、一応場所が東京なんですね、東京の六本木ヒルズ、東京の六本木で味噌野地区のお祭りの方々 がそこで花祭りをするわけです、はい、すごいことです ね、 すごいですね、皆さんの協力のもとでさせていただくことになりました、はい、それからまだあります、はい、まだあります、設楽町のダミネ、ダミネ、ダミネ、ダミネ観音、ダミネといえば、はい、桜井さん毎週行くんですよ、ホテイさんですね、ホテイさんの大ファンで毎週ホテイさんに会いに行くんです、ダミネのホテイさんに会いに行くんです、そうです、ダミネのダミネ観音さんですね、うん、それはじゃあもう縁の、ね、あ、縁ですね、そうですね、まあちょっと遊びに来てくれないんですけどね向こうからそうそうそう、ホテイさんがね、はい、それは週に3回くらい行った毎日行けって言われてるんですけどね、あの、なるほど、そのダミネは何ですか、どんな、ダミネの皆さん、あのダミネといえば、うん、あのダミネ田楽とか、はいはいはい、ダミネ歌舞伎で、歌舞伎ですね、歌舞伎有名ですね、あの国の、うん、先ほどの花祭りも、うん、国の重要無形、うん、民族文化財です、うんうんうん、同じようにダミネ歌舞伎、うん、ダミネ観、あ、ダミネ田楽も、はい、国のです、国の国ですね、はい、重要規模が大きいですね、国、そうです、はい、国が認めた、うん、残していかなきゃいけないっていうその大事なお祭りなんですが、うんうん、あの今回はそのダミネの皆さんに、うん、あの実はその夏ですね、暑い時期、あのお盆、お盆、お盆に、うん、またそのダミネの皆さんが、うん、あ、こうされてるお祭りが、あ、そうなんですか、はい、それがいわゆるあの念仏踊りっていう、まあ、それはすごくあの田植え、そう、あの農業とすごく深く関わりのある、いいですね、そういうあのお祭りなんですけれども、はい、まあ、それを今回やっぱり同じように六本木ヒルズで、六本木ヒルズで、はい、本気で恥ずかしいです、私は 見たことがないです、あ、そうですか、あの、うん、あの8月の暑い時期に、楽しみですね、新潟 の、ね、あの歌舞伎ですか、あちらの方には行ったことあるんですけどね、もうそれは、うん、そういう歌舞伎と、うん、田楽ですね、はい、2月にやって、はい、で真逆 の、 その暑い時期、はい、暑い時期に今度はその念仏踊り、念仏踊り、跳ね込みと思います、それをやって、はい、いただくんですけど、はい、これがかっこいいんですよ、かっこいい、もうね、あの絶対見てほしいですね、なるほど、見たい、見たい、あのぜひ YouTube で見てください東京でかっこいいですね、今すぐ見てほしい、 YouTube もう今の時ですね、もうすごい落ちが出ましたね今、あの なぜ YouTube で見てほしいかっていうと、うんうんうん、ちょっとね予習をしてきてほしい、予習をね、あ、こういうものだって、なるほど、多分当日六本木ヒルズでいきなり見てもあそんなちょっと待って、まあ、今ちょっと問題発言じゃないですか、説明を、ね、当然させていただくんですけど、うん、だけどちょっとね、うん、その事前に予習して、うん、していただきたいお祭りなんですよ、相当楽しみやるってことね、もう100倍楽しみます、ね、100倍もそれはちょっと言ってほしい、100倍楽しみます、ね、じゃあ YouTube でそれを予習して、道行きですよ皆さん、キーワード道行きを見てください、道行き、はい、道行きってね、もう行列で並んでですね、ちょうちんぶら下げて、もう本当に暗い中をクリコ歩くっていう、ね、そっから始まりますんで、会場に入る前、入る前から道行きから、そっからが、
東京に送られるってことですね。そうです。そこからあのもうね、20分とか30分かけて。すごい。そうなんです。なんか終わっちゃいませんか、大丈夫ですか。久美さんが歌って、久美さんの終わりとか。久美さんが歌ってる間、実は道行き。みんなそっち向いちゃうじゃないですか。今すいません、あの適当なこと言いましたけど。困ったら。ちょっと皆さん、私見てくださいよって言われて、視線がうるさいって言われませんから大丈夫ですかね。できるだけ普段の通りやっていただきたいので、まあ、やっぱりそこをはしょったりせず、なるほどね、ちゃんとその道行き、うんうん、で会場入ってきていただいて、はい、で、そこで、やってあの、うん、笹踊りあのやっていただくと、はい、踊っていただくと、おすごい、で、まあ、そのダミネの今回ダミネお祭りで、はい、でもう一つは、もう一つ、もう一つあるんですね。あります。はい、三つありますし、もう一つあります。もう一つは何でしょう。鬼祭りです。鬼祭り。はい。やっと出ましたね。豊橋ですね。豊橋の鬼祭り出てきましたね。はい。奥三河二つ。それから豊橋の恩恵を受けている豊橋にもぜひということで、はい、今回鬼祭り。鬼祭り。はい。鬼祭りっていうのは千年続くお祭りで、さっきより長いですね。はい。はい、まあ何年あの長ければいいということではないですが、だけど、まあ、事実として1000年続いてて、でしかも鬼祭りはですね、あの今まで愛知県から外に出たことがない、一度もない。初じゃ、初。実現できればあれあれちょっと待ってください今の発言弱くないですか今大丈夫です、あのもう実現します、実現、すごい、じゃあ初なんですね、もしもね、抑えて、あの豊島鳥やりましょうかね、生駒さんね、抑えは豊島鳥でいいですね危ないと思ったらみんなで怒るしかないみたいな、ぜひね、あの鬼祭り、はい、1000年続く鬼祭りが初めて愛知県から出る、しかも東京の六本木ヒルズ、すごい、いきなり東京ですね、はい、うん、で鬼祭りもね、たくさん、まあ、花祭りもたくさんあります、うんうんうん、ね、いろんな舞とかの舞ってあって、鬼祭りもたくさんあります、うん、そうですね、一番クライマックスの、うん、赤鬼 と、 そうすると、うん、天狗、天狗のカラカイ、カラカイをやっていただける、戦いじゃないですかね、カラカイ戦いじゃないですか、カラカイに、カラカイ、ね、まあ、真剣勝負なんである意味戦ってるんですよね、カラカイをやっていただけることに、うん、なりました、すごい、うん、はい、だってあれって1年に1回しか見れないじゃないですか、はい、そうです、はい、ね、1年に1度しか見れない、あれをきっと豊橋のね、はい、あの市民の方結構、あ、他からも来ますけど、あれを楽しみにしてみんな寒い中待ってるんですね、そうなんです、悪味神戸新名車、新名車のね、あの、うんうん、舞台を繰り広げ、それがあれが、はい、そのまま六本木ヒルズ、でも向こうのね、あの観光で来られた方とかを 見たらラッキーですよね、あ、もうラッキーってもんじゃないですよ ね、見たこともきっとないでしょう、ないですね、ない方が多いでしょうし、あのいわゆる作ったお祭りじゃないんです、うん、今回その3つのお祭りっていうのはもともとその我々その東三河で代々受け継がれて、はい、ものすごい苦労をして今にこう至るんですよね、うんうんうん、でその皆さんですよ、なんかその代わりに誰かがやるんじゃなくて、そのまさにお祭りやっていらっしゃる皆さんがそのまま東京に来ていただいて、もう100人ぐらいの方が総勢、ないですね、100人のレベルで100人近い方が来ていただいて本物を見せていただくんですね、すごいですね、各お祭りがまた一緒に合わさってやるなんてこともないですよね、なかなかないと思いますね、すごい、なかなかないと、もう皆さん自分のご自身 の、 その守ってきたお祭りに対する誇りがもう半端ないです、半端ないですので、もうぜひね、ある意味その3つのお祭りのこうバトルをね、こう目に見えないこの水面下でのですね、もう我が町のお祭りこそがっていう、まあちょっと僕今ふかけてしまいましたけど、まあそれぐらい誇りを持って皆さんいらっしゃるので、そういう目で見ていただけるとまたね、ちょっと違う面白さがあるのかな、それをね、あのこの地元でやるんじゃなくて、そう、東京で、なんでね、これ東京来ないとね、一生の不覚ですよ、本当ですね、本当にそう思います、うん、あの多分二度とないですし、よっぽど変な、ないですよ、絶対、うんうん、ことを考える人が集まらない限りまず実現できないです、大事ですから今生中継で、絶対もう変人の集まりなんで、皆さん見に絶対行った方がいいですね、はい、もう来ないと本当に損しますね、本当に損します、本当ですね、
だから今回東三河出身の関東近郊、東京、首都圏に在住の方にもぜひ見に来ていただきたいんです、うんうん、絶対見た方が、うん、もう見る価値はありまくりで、うん、でその同じステージ、まあ、今回あの、うん、先ほどダミネ、はい、ダミネ小屋掛け分かりますね、小屋掛け、はいはい、ダミネ観音、ダミネ歌舞伎 の, あの舞台、うん、舞台舞台を、うん、六本木ヒルズであれも作っちゃうんですか。作っちゃいます。お竹 の, その小屋掛けですね、はいはい、竹をこう格子状に、ね、その屋根、それすごい時間かかりますよね。どれぐらいかけてやるんですか。半日ぐらいかかります。半日、半日ですか。おすごい。であの一応だそのダミネの皆さんのこう監修をいただいて、うんうんうん、でその11月の24日の前日に、うわすごい祝日金曜日すごいですね、はい、その様子を見るだけでもね、毛の価値あると思います。そうですよね、見れるものじゃないですよね。見れるものじゃないですよ、うんうんうん、本当再現しますんで、しかもその1日で壊しちゃうんで、本当その1日のためだけにすごい規模ですね。大の大人がやるんですよ、準備を、でそれをまあやらせていただくそのステージ、うん、で先ほどのお祭りもやるんですが、はい、そのお祭りをやるそのステージと同じ場所で、はい、こちらの右にいらっしゃる、はい、久美さんが、はい、これはあのお祭りステージじゃなくて、もう一つの行きたいところですね。そうです、まあ、お祭りの部とそうでない部がそうでない部ありました。そうでない部、これなんでしょう。そうでない部もものすごくいろんな、はい、バラエティ豊かな皆様、バラエティなんですか、バラエティ豊かな豊かな豊かな皆様にあの出演していただく、そのお一方として今回ありがとうございます。あの特別に久美さんにもそうです、あの推薦、ね、推薦をいただいて、はい、ね、まあ、選んでいただいたのでね、うん、あのぜひとも、まあ、自分の PR ももちろんね、あのしたいんですけど、やっぱりこの、はい、自分の地元のね PR もね、自分の歌でね、うん、いっぱいしてこれるといいなと思っておるんですけれども、うん、あとあの音楽の舞台の方っていうのはあと、はい、あとですね、結構有名な方が出るって聞いてるんですけど、何組かありましてね、うん、まずクミさんでしょ、私で、次にまたクミさんでしょで、クミさんでクミさんでクミさん、私だけですか、もう全部クミさん、出演者みんなクミさんないからグループ名で言ってもらっていいですか。分かりました、じゃあもう発表されてはいますか。発表されてます、ね、してます、ね、はい、クミさんの他に、はい、特別に今回出ていただくのが、はい、あの4人組のバンドで、4人組のバンド、はい、ラストロットさんです、ね、あ、ラストロットさん、はい、あの厚み温度で厚み一世を風靡した、ええ、あの何だっけ、テレレ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 レって曲ですね。そう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 、ね、なんかそうですね、ノリのいい、すごいですね。じゃあ一曲お願いします。そんな感じで、あのよくあの FM テラスでコマーシャルで流れてるので、あの中上修行店さんのあれでなんか音楽を使ってて、種種種種とかやってるもともとはそのラストロットさんの曲なんですよね。じゃあ、あ、そうです、そうです、ね、を使コマーシャルで使ってるってことですね。もうね、あの計算したかのようなこの中上修行店さんのスポンサーになっていただいてます、ね、ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。中上修行店シルバースポンサー、種種種といえば中上修行店修行店よろしくお願いいたします。もうあれね、すごいインパクトに残ってて、うん、ラジオで聞いてて、すごいですね。それを歌ってるラストロットさんがね、ラストロットさんに、うん、あのフルメンバーで来ていただいて、はい、やね、演奏していただき、もちろん厚み音頭はもうみんなで、みんなで踊る、あれはかなり盛り上がりますよね。かなり盛り上がります、あのボーカルの三浦くんはあのちょっと昔からちょっと知ってはいるんですけ ど、すごい、あのボーカルもすごい上手な方で、ね、楽しみなんですけども、はい、そうなんです、三浦克之さん、ね、ボーカルさん、ね、まあ、本当にこう出ていただけるっていうことで ね、 あのもうぜひ生のバンド演奏ですので、うん、絶対盛り上がりますので来ていただきたいです。田原あた厚みのね、厚みの、うん、厚みの思いを、思いをね、うん、あの厚み温度の歌詞ぜひね皆さんあの YouTube で予習を、あの踊りも踊ってみたで踊ってる方もいらっしゃるので、踊りもついてるんだ、もう事前に予習してきてほしいです。これも YouTube でね、これも YouTube, YouTube で、厚み温度、厚み温度で検索、ね、で出ますかね、していただき、熱い曲ですよね、ノリノリなね、なるほど、なるほど、他にも、他にもてんこ盛りです、てんこ盛り、てんこ盛りすぎて、はい、あれですか、はい、まずあのアイドル、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 アイドル2組、はい、まあアイドルですけどこっち中高年でね、ちょっと投げられてるアイドルですけどもはい、はい、あの今度は若い方のグループ、はい、うん、まずはあ
この国娘グルメイドタイ、グルメイドタイちゃん、グルメイドタイの皆さん、こんちくわの、こんちくわの、こんちくわのグルメイドタイちゃん、グルメイドタイ、グルメイドタイ来ていただきます。一気に盛り上がりますよね、またね、はい、なんかね、なんか決勝戦に残ったらしくて、当日そう、なんかすごいあの、はい、アイドル選手権みたいなね、はいはいはい、塩止めでなんか ね、やられてみたみたいですけど、うん、ああそれはこの夏目、ね、夏で、あ、しかも今度11月24日にあ、まだなんか出る、同じ日に同じ日なんですね、渋谷のなんか、決勝戦に、あ、すごい、戻ったそうで、それ出れるんですか。だからね、行ったり来たりです忙しいですよね、どうしようかな、グルメの大さん忙しい、まあ、ですけどね、そっちをも頑張っていただいて、ああで、ね、戻ってきて、吉報を待ってますと。なるほど、ね、吉報だったらいいんですけど、うん、テンション下がってたらどうしましょうなんかいないことになっちゃった、きっと大丈夫ですよ、彼女としてたら、ね、まあ大丈夫ね、うん、大丈夫だと思います、盛り上げるのはもうすぐね、ね、うん、素晴らしい、グルメイタイの皆さん、グルメイトタイ、あと、ドゥイ、あ、ドゥイ、豊橋天パタイ代表する、はい、ドゥイさん、ドゥイさん、ドゥイさんもまたすごいんですよね、はい、今回もう今回フルメンバーで、フルメンバーですか、13人とか、ね、13人、わー、ええ、もうね、あのそうなんです、で、あの、まあ、そういうアイドルの方が来ていただいて、はいはい、はい、ええ、で、お笑いの、お笑いの、ええ、豊橋にお笑いがいましたかね、あの、田原出身の、田原出身の2人組といえば、あ、なんとなく分かりました、うん、誰でしょう、せーの、最近お笑いやってるの見たことないよね、なんとも言えないけど、でも、田原のお笑いって言ったら女性ですよね、女性2人組、わ、めちゃくちゃこれすごいじゃないですか、はい、せーの、せーの、まだあれじゃないですか、何ですか、規制かかってませんか、うん、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、大丈夫です、公開してますか、大丈夫です、大丈夫ですか、せーの、ノリーズ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 、それはお笑いの方なんですか、ノリ、いや全然知らない人です、ノリでノリ、いやもうオアシスです、オアシスの2人、オアシスさんといえば、はい、大久保さんと三浦さんですよね、はい、大好きです、私も大久保さん大好きなんです、まあ、まさに テーマのエロティック、エロティック大丈夫ですか、言っちゃって大丈夫ですか、めちゃくちゃ面白いですよ、じゃあオアシスのお二人が盛り上げてくれるんですか、はい、盛り上げてくれます、遊びに来てくれます、すごい、はい、もう時間も決まってるんですよ、うんうん、ね、あの何時ぐらいにお見えになるんですか、行っちゃっていいんですか、行っちゃいけない、行っちゃいけない、じゃあどうも、ま、やめようかちょっとまずはここはね、ま、だじゃ時間わからないけれども、オアシスのお二人が会場に遊びに来て、必ずついちゃっていいですか、会いたい、大久保さんに会いたい、はい、天変地異が起こらない限り、なるほど、このイベントがないって話です、どうしよう、当日なくなってたら大丈夫です、大丈夫ですね、やります、はい、で、2人来ていただいて、いすごい、まあ、ちょっといろいろね、まあ、せっかくですから田原出身の2人なので、いろいろその地元をちょっとこういじってもらう、はい、せっかくその出店者の皆さんも、うん、今回たくさん、うん、出店者はおいくつ、出店者は約20です、全部で20、ね、そのうち飲食は13ないし14、ないし15、ないし12ちょっと待って、ちょっと今、返答がもうちょっと幅がちょっとあります、それも東三河の、はい、まあ、代表する、あの東三河の食材を使ってる、ね、使ってるっていうのがそうですね、そのうちの9店舗ないし10店舗ないし8店舗ないし14店舗ぐらいが、あ、17店舗言い過ぎた今増えましたよ、増えました、全然増えすぎました、はいはい、8、9ぐらいが、まあ、地元の、うん、まさに東三河の皆さんが東京へ来ていただいて、地元から出店する、東京に、はい、でもただのお店じゃないです、ただのお店っていうとまたちょっと怒られるかもしれない、お金取るってお金は取るでしょう、ただじゃないっていうから、ただお金を払うんだなと思ったわけで、面白いですね、桜井さん、いやいや、これ普通ですあのもちろんあの、ね、そこで、うん、あの商売をしていただくんですが、はい、もちろんね、その作っているもの、使っているものは東三河の食材で取れたもの、はい、取れたものを、はい、まあ、基本に使っていただく、使ってもらって、はい、まあ、地産図書です、今回ね、うん、で、その、例えばですけど、ガマゴリうどんさんとか、おー、ガマゴリうどん、はい、あります、食べたこと、わー、すごい、ないです、まあ、あります、あります、じゃあ、明日食べて食べます早速、やっぱり豊橋カレーうどん差し置いていきにくく、ああ、なるほど、でもね、本当は豊橋カレーうどんさんにも出てきていただきたかったんですけど、はい、ちょっとバッティングしちゃいましてね、その日イベント、なるほど、なるほど、そう
すごいすごくね前向きにご検討いただいたんですけど、うん、まあそれじゃちょっと仕方ない、もう事前にそういうイベントがあった、うんうんうん、ですが、蒲堀うどんさんは、うん、出ていていただけます、うん、非常に敷居高いです。うどんをその六本木ヒルズで、うん、作って出すっていうのは、うん、ものすごく大変なんですけど、うん、まあ、今回なんとか一緒に、協力をしてくださいまして、出ていただけることになりました、うん、はい、楽しみです。食べる方も楽しみです、楽しみです、ね、アサリが入ったうどん、がまごり、そう、それが特徴でしたね。そうです。で、先ほど豊橋っておっしゃいました、豊橋は、はい、ちくわですね、やはり。ちくわですか。はい、ちくわ、なるほど、山さんのちくわ、ちくわで、はい、ちくわさんも出るんですか。出ていただきます。お、すごい、豊橋代表さん、おでんです。いいですね、11月の終わりじゃないですか。そうです、なるほど、おでん車ですから、ね、あ、もうすぐ走れますもんね。そう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 、おでん車ね、電車走るんですか。電車は走ってる手でやっていただきましょうか。なるほど、なんとなくね、自然ね、そうです、そうです、おでん車ね、おでん車、まあおでん、なるほど、ね、ちくわさんもね、ちくわ、ちくわ、ちくわさんも、もちろんお土産屋のちくわも持ってきていただく、ありますし、うん、他にはね、今流行ってる五平餅、五平餅、はい、五平餅、しかも奥みかん本場の五平餅、北良町ダミネの五平餅、はい、でかいやつ、はい、好きですよね、ね、そうですね、よく食べますね、内緒ですけどね。ちょっとコンパクトにしなるほど、で、ちょっと大きいですかね、ちょっと、まあ、ちょっといろんなものを食べていただきたいので、そうですね、お腹いっぱいになってますからね、もうすごい大きいですからね、そうそうそう、ダミネ食べる、はい、ちくわに五平餅にときたら最後なんでしょう。最後です。いっぱいある。あれ？鮎の塩焼きも。あ、鮎の塩焼き。はい。フリクサ川、ご存知ですか？ご存知ですか？東栄町のフリクサ川。フリクサ川。フリクサ川といえば去年、うん、実は、うん、キキアユ会っていう、四万十川、高知県の四万十川で、うん、毎年全国の鮎がこう集まって、そう、キキアユ会、キキ酒じゃなくて、うん、全国一位になったんです。どこが美味しいかってやつですね。そうです。日本一のその鮎が今回来ます、うん、塩焼き、すごい、だから東栄町に食べに行くんではなくて東京に食べに来てる、字がちょっと違いますけどね、はい、字がちょっと違ういいんじゃないですかね。その日は東栄町では食べれませんので、そうなんですか。今嘘言いました。ぜひ東京に来て、そう、東京に来て、ちょっと生放送です、言わないで、大丈夫です、大丈夫です、訂正しました、はい、東栄町のその塩焼き、日本一の塩焼きを、はい、鮎の塩焼きを東京で食べて、東京で、もちろん焼くのは皆さんその、その本場の方が、あ、じゃあもう間違いなく、間違いなく、本場です、すごい、本場ですね、はい、そうなんです、これで他は続いて、東京から今回4店舗来ていただくんですけど、東京から、はい、実は東京、そう、東京で東三河の食材を使っていただいている東京選抜ブースというのが4つあります、で、まあ、4つ皆さんそれぞれ素晴らしい、愛知鴨、鴨、豊橋さんの鴨を使うお店、うん、それからうなぎ、うなぎ、豊橋のうなぎ、うん、豊橋、これからが美味しいんですよ、皮ですか、皮が美味しいんですか、皮も美味しいですよ、皮も美味しいですけど身も美味しい、ね、骨も全部美味しい、ね、まあ、もちろんそうでしょうけどね、うなぎ、うなぎ、はい、などなど、もう盛りだくさんで、あんまり全部言っちゃうと、うん、そうですね、お楽しみが ね、そう、また正式な情報発信はなんか11月からそうですね、はい、させていただくんですけど、はい、ただ東京から4店舗、もうえりすぐりの4店舗、出ていただく、いいですね、はい、もうお腹いっぱいですね、はい、もうお腹いっぱいです、この時点で、はい、で、また地元に戻ったりして同じ地元我ら豊橋百文字、はい、ブースを出させていただくんですが、はい、今回焼き芋です、焼き芋、あ、芋なんですか、はい、芋です、おろおろ、芋の実はこの放送の直前まで、うん、会議をやってたんですね。豊橋薬農人の会をお疲れ様やってて、やらせていただいたんですけど、はい、まあ、その時に芋農人さんが言ってくれましたよ、言ってくれました、今年の芋めっちゃうまい、おいますかね、芋ってまた今ブームなんですよね、また、ま、た東京とかでもすごく今ブームみたいですよ、芋もう最高に今年は味が美味しい、その乗ってて、すごいすごい、甘みも程よい、うん、でこれを焼き芋にすると、うん、もう過去最高の焼き芋ができるっていうふうに、言ってましたん で、はい、でその本人が来ます、焼き芋、あ、焼きに、ね、自分でお芋を作って、無農薬で芋を作って、無農薬で、で自分で東京まで運ん で、 なるほど、で自分で炭火焼いていらっしゃいませって言ってこれですよ、
醍醐味は本当産地直送ですね。まさに産地直送、こんなの東京でやってる人いませんか。そりゃそうだ、本当にね、もの好きでないと、ね、すごい、まあ、ある意味、ね、そうなんです、ある意味こだわってもそれもね、皆さんね、うん、まあ、それぐらい気合いを入れてきます。あと、その富谷市悪能人とですね、うん、あの普段仲良くさせていただいている、うん、三河とことん極めたい、あ、うん、とことん極めたい、私あるイベントでね、あとあの豚の、はい、ま、丸焼き、ええ、食べました、あるイベントで。多分3月の豚祭りだと思います。あ、そうですか、ね、ええ、子供未来館で、すごかったですよ、すごい大きい豚をこうね、そのままくるくる回したやつをみんなに振る舞って、すっごい美味しかったです。もう今ね、時代が進歩しましてね、全自動で回るシステムが、すごい大きなシステムがありました、それを持ってるんですか。それを東京まで運ぶ。自分で運んで、自分たち運んで、すごいですね、輸送が。三河とことん極めたいさんっていうのは、あの養豚業の皆さんがこうたくさん集まって、なるほどね、うんうん、東三河の方だけじゃなくて、うんうん、あの三河なんで、トヨタの方もいらっしゃいますし、うんうん、そこ皆さんが今回東京来ていただいて、うん、丸焼きをしていただきます。目の前で、ね、焼くわけですね。いや、目の前でずっと焼かれてます、午前中。そう、はい、みんな釘付けですね、きっとさ、それは、ね、この、はい、お振る舞いとかではなくて、はい、これ振る舞いです、1時間。あ、1時間じゃない、いや、1時から、午後1時。わー、すっごい。あの振る舞いなんですが、うん、一応あの整理券を配布、なるほど、ね、させていただきます。数にね、はい、人数がね、そうです、そうです。すごい。あの皆さん中日新聞を取りですよね。うんうん、あの中日新聞ではないんですが、ないんですか。なんですが、あの同じ系列の東京新聞。東京新聞。はい、もう東京新聞取り寄せてください。東京新聞。東京新聞の12月22日の夕刊 の, そのテレビ欄の下にドーンと11月です、ごめんなさい、すっごいありがとうございます、はい、もう来月ですね、そう、12月終わってます、はい、11月22日の夕刊のテレビ欄の真下にドカーンとやるときに東三河が乗るんですか。乗ります。おー、すごい。その端っこの方に整理券がついてます、うん。見逃さないようにしないとね。チラシじゃなくてね、新聞なんですね。そうなんです。そうしたらもう間違いなく。なるほど。ただそれでもね、多分数百名様限定。すごい。はい、その先着順に。でもね、向こうにお住まいの方とかもきっと食べてみたいですよね、この三河。もうね、食べなきゃ損ですよ。ねえ。豚肉っていうのね。豚肉。もうその場で炭で焼くんで、めっちゃくちゃ美味しいんですよ。すごい。めっちゃくちゃ美味しいです。うん。これ以上ない豚肉の食べ方。はい、をします。なるほど、もうね、これね、多分ね、5時間ぐらいちょっとじゃ巻きでいきますね。多分ね、終わらないですね。だってまだこれ、まだお祭りの話も終わってないし、ね、お店の話も中途半端だし、うん、これもあと軽くポッポッポッと言って、すみません、あのそんな感じで、すごいですね、でもそういうことこれでもまだ話し尽くせないっていうね、ボリューム、これで多分まだね、30% ぐらいです。 30% ですか。でもね、うん、その当日、うん、11月24日に、はい、あの六本木ヒルズのアリーナっていう会場でもやるんですが、はい、ですがあのすぐ近くのマハラジャ六本木っていう、マハラジャで、はい、マハラジャ六本木、そこで踊ります。踊るんですか、何ですか。清水さん、踊るんですか。歌うんじゃなくてセンス持って踊るんですか。こうやって踊るぐらいのイベントを実は一つ企画をしてました。マチコン、マチコン、はい、なんか心が踊るんですね。今日ちょっと担当の方がいらしてますよね、はい、来てましたね。来てました。そういえばじゃあちょっとじゃあお呼びしました。本人にちょっとお待たせしましたけど、 T シャツがないですけど、ええ、大丈夫です。大丈夫です。注文していただきはすぐ通りますので。すいません、 T シャツもなく、はい、百能人です。いや、寄せるのがここに書いてあるか分かりません。お名前お願いします。マチコの方を担当しています、鈴木です。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、マチコの説明は、はい、ね、じゃあ、どうぞ。何が来るかと思ってしまう。マチコはですね、まあ、今回、やっぱ豊川用水の、はい、イベントということなんで、まあ、はい、この、まあ、流域に生活されている東三河在住の方の未婚男性を、はい、男性なんですね。未婚男性です、はい、女性は、
東京近郊の方。現地調達。現地調達です。ああ、いいですね。で、何がいいんだか分かんないけど。いや、怒られるんだろうな。やっぱね、東京の女性っていうだけでちょっとなんか違うじゃないですか。なるほど。ね、パソコンで、違うじゃないですか。ざっくり。ざっくり。まあ、そのので、はい、まあ、こちらの未婚男性を、うん、連れてっちゃう、ね。連れて。はい、六本木、マハラジャ六本木店で、はい、女性と待ち婚をしましょうと、しましょうと。だからね、僕たまたま知人が向こうでそういうコーディネートをやってまして、うん、はい、で月1イベント内容が送られてくるんですよ、うん、でまあ、その中で絶えずやっぱ30代40代50代、うん、60代もたまにあるかな、こうやっぱ60代があるんですか、ま、60代も待ち婚やってたんですけ ど、 なるほど。でこう30代40代と待ち婚やると、はい、男性が集まらないって言われてるんですよ、東京だと。おで、でそこでよく来るのが、うん、ちょっと参加しに来ないと。あ、呼ばれたわけですね。そうだけど、まあまあ、なかなかね、その、うん、桜で、交通費自腹で、うん、桜で行くやついないので、もうそういう状況なら、ぜひちょっとこっち、やっぱ未婚男性多いので、うんうんうん、なんか、一緒にやれませんか、うん、とご相談して、うんうん、で、心よく引き受けていく。いただけたので、これも同じ24日で24日です。すぐやります。あのこれね、あの大事な前提がありました。前提あるんですか？ええ、条件じゃない。条件じゃない。条件とかじゃない、そのあの、うん、出るためのとかじゃなくて、うん、このそもそも企画の前提が、うん、なるほど、なるほど、うん。やっぱり今回その豊川用水50年、はい、でその恩恵を受けて、うん、皆さんその農業が盛んになった、うん、はい、ね。それはもう先ほどお伝えしたところなんですが、はいはい、ですが、じゃあこの先50年って考えてたら、はい、次の豊川用水100周年の頃、うん、さて東三河どうなってるだろう、うん、ね、農業どうなってるだろう、うん、で実はこの東三河っていうのは、うん、日本の食の責任産地でもあるんですね。やっぱりその日本一の田原市を中心に、うんうん、この地域で、うん、まあ、たくさん作ってるだけじゃなくて種類も多いんですよ、うん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 、だからこれが例えば東京の大田市場なり何なり行って全国行ってる、うんうん、だからこの地域の農業がもし毎日ダメになってしまうと、うん、まあ言ってみれば日本中の農業がダメになるのと同じことだと、うんうん、まあ、つまり同じです、うん、だからこそまずこの東三河の農業 を、うん、を守っていかないと。でその、ま、守り方、まあ、いろいろあると思いますけど、うん、やっぱり一番大事なのは、うん、まあ、あの作ってる方々が続けられないとダメですよ、うん、まあ、続いてね、大事に続いていかないとね、でそれは僕は補助金じゃないと思ってるんですよ、うん、真面目な話をすると、うんうん、補助金でやってくださいじゃなくて、うん、やっぱり作っていただいたものを買って支える、うん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 、少なくともこの市民の人たち、まあ、私も市民ですけど、はい、市民消費者ってあえてそういう言い方をしますけど、はい、やっぱりその地元のものをちゃんと買い支えましょう、うん、皆さんで、うん、はい、買ってで農家の皆さんが次の世代、その次の世代、50年後もやっぱりその農業王国であり続けられるように皆さんで今からサポートしましょうよっていうことなんですよ、うんうん、でその中でやっぱりその少子、これからどんどん子供の数が減り、はい、ということは50年後人口が減るわけですから、うんうん、ですからやっぱりこの地元のその、うん、まあ、なんていうか農業だけに限ったことではないんですけど、うん、ないんですけど、まずその一番分かりやすいその農家の皆さんへの、うん、その次の世代へつなげるための、うん、なんかそのヒントになるようなことをやらなきゃいかんと、うんうん、まあ、もちろん農家の皆さんと一緒に、ね、うん、まあね、鈴木さんはまさに農業されている張本人でもあります。ちなみに何を作られてるんですか？うち、今の時期はトマト、今の時期はトマト、で、はい、夏メロンを作ってます。メロン、友達になりたいですね。皆さんよく言われます。もういいこといっぱいありますから。ね、そう、ね。でもちゃんと普段買い支えていただきたいんですよ、うん。そのことによって次の世代へつなげる。うん、まあ、つまり後継者です。うん、だから今そのいわゆるその田原のね、農業経営者さん。うん、そうですね。ね、あの、うん、もう田原に限らず、実は愛知県の一次産業者の未婚率、男性はもう 40% 超えてるんですよ。おだからもう、もうこのままいくと本当にそのさっき清水さんが言ったら50年先、じゃあどれだけその一次産業者が残ってるかっていうところにもなってきますので、やっぱそういうのを考えるとやっぱ
なかなか今、ね、こちらその、まあ、この東三河8市町村も、うん、あの各行政町コンとかいろいろやってますけど、その成果が出ない中で、うん、そのじゃあここで開いて成果が出ないなら一回外に持っていきましょう、うん、であの、まあ、今回、まあ、僕、まあ、向こうの方にも相談してるんですけど、うん、今回じゃあ一回こちらの真剣な思いの男性を六本木に連れて行きます。で、次回は、なんとかこっちでその、まあ、補助金なりも取れたらなおよしですけど、うん、またこっちで会場を準備するので、うん、次は東京の方から女性を連れて一回こっちに来てくれませんか、うん、そういう、うん、あの継続的な、うん、マチコンをやっていけたらなと、うん、そこは、もう後ろ側ですね。そうです、あの単発やるだけだと、うん、まあとりあえず遊びぐらいで見に来りゃいいやですけど、うん、もうそうではなく、うん、もう継続することによってお互いその真剣度も変わってきますので、うんうん、やっぱそこはこのマチコンっていうことに関してはやっぱ継続しなきゃ多分成果出てこないとは思ってます、うん、そうですね、やっぱりね、繰り返し繰り返しじゃないですけどね、そうですね、はい、続けていくことがね、そうです、うん、あの取り組みとしては非常に真面目なんですけど、うん、だけど真面目なことをやりすぎるとですね、うん、説教になっちゃうんですよ。説教になっちゃうんですか？説教になっちゃうんです。要はこうやりましょうとか、うん、こうであるべきですねっていう話をした途端に、うんうんうん、あの受け取り側は説教になるわけなんですよ、うん、まあ、だからプレッシャーみたいになっちゃうんですね。そうそうそう、だから今お話ししたようなことはベースではあるんですが、うん、それをそのまま皆さんにこうやっていただきたいっていうわけではなくて、はい、なくてやっぱりそこには、うん、あ、何かその面白い要素とか、うん、楽しい要素、うん、だからこう参加してワクワクするとか、うん、なんかあよかったな出てって、こういうのがないと何事も続かないですよね、うん、だから今回マチコンをする一番の目的は、うんうんうん、飛んでるじゃないですか、いきなり東京で。しかもなんかもう説明がものすごく長くなりますよね、いきなりその、うん、マハラジャ六本木って場所で。ええ、もう完全に飛んじゃってるますよね。なんかその豊橋のどっかの会場でやるっていうんじゃなくて、うん、東京のしかもマハラジャ六本木、ね、我々の世代は、我々の世代って私はあの実はもうあの大人になる頃には亡くなっちゃったんですけど、マハラジャっていう伝説のディスコ、うん、伝説のディスコです、うん、ええ、であの彼はですねマハラジャなんでか知らんけど知ってるんですよ、まあ、あんまり弱もうあんまり弱もうがいい同い年なんですなんで知ってるのかな、まあ、その懐かれにとって懐かしい場所でね、まあ、僕は行ったことがない、だけど憧れ、まあ、ある意味こう憧れ、うん、本当にその90年代のね、そうです、うん、本当にマハラジャはもう僕ら本当に大人になった頃にはすごい楽しみであった場所です、うんうん、まあ、その後ね、あの、まあ、豊橋だとキング&クイーンって名前が変わったりとかして、うんうん、まあ、多少続きましたけど、やっぱ一番、うん、なんていうかね、メジャーな名前だったのは、まあ、話だったんで、うん、やっぱりもう、あの、うん、ね、一世を風靡しましたし、全国で、うん、でそのマハラジャが、まあ、いわゆるその古き良き、まあ、いわゆるバブルの、うん、本当に象徴でもあります、うん、でそれを我々は知らない、我々の下の世代の人たちは、うん、知らないわけですよね、うん、でむしろこうそういう、こう90年代、80年代後半のそのこうブームになったものっていうのは今ちょっとリバイバルされてきてますよ、ね、復活してね、来てますよね、うん、でマハラジャもだんだんまた増えてきてるんですよ。でそのマハラジャ六本木っていうのはまさにそのマハラジャの発祥、そうです、そこからスタートしたんですよ、うん、だからその、まあ、マハラジャを持ち上げてるわけじゃないんですけどマハラジャの説明をなんかたくさんしてってなんかあれですけど舞台が変わっちゃいました今、ね、でもその発祥の伝説の場所でやるっていうことが一つこうすごくキーに我々はしてて、あえてそこを選んだ東三河の男性、うん、男の皆さん、うん、男の皆さんに来ていただいて、でまさにそのマハラジャ六本木、伝説のディスコの発祥の地で、うん、遊んでいただいて、で願わくばそこでちょっと仲良く、うん、そう、うん、楽しい空間にね、そうですそうです、溶け込みやすいし、そうですそうです、うん、もう本当に遊んでいただいて、で、ね、せっかく東京行くわけですから、うん、もうそれで終わりじゃなくて、うん、ぜひ東京をね、いろいろこう遊んで、
で、あと東京アビックで六本木の夜の街に出かけたっていいわけですかね、まあ、一旦ちょっと戻ってきてほしいんですよ戻るわけじゃないですか、アリーナアリーナね、アリーナデートしてほしいってことね、そうそうそう、ぐるっと回ってちょっと、まあ、上手な男性がのエスコートしてアリーナには戻ってほしいですけど、そうそうそう、そっちの方行っちゃうわけないよね、アリーナに戻ってから3時間行って出ればいいのでなるほどな、それでね、例えば今やってるそのステージでやってるお祭りの説明とかするとね、うん、はい、あ、素敵ってなるといいね。じゃあ、行く人はみんな勉強、YouTube 見て勉強しなきゃいけないね。ちょっと事前にね、事前に皆さんの方にあのキーワードだけ覚えてもらって、そのつど YouTube ちょっとかっこよく宣伝してもらって、そうです、うん、これはね、実はね、みたいな、ね、そうそうそう、逆に言うと、そうやってアリーナに戻ると、いわゆるアリーナは東三河一色になっているので、うん、自分たちが住んでる地域のものが来ているので、うん、多分、うん、いろんなエスコートの しやすさは出てくるとは思うんですよ。会話がちょっとね、そう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 、きっかけがつかみやすいかもしれない。うん、やっぱりトークがね、やっぱ大事じゃないですか。大事ですよね。で、やっぱり東三河をエスコートしていただきたい。その東三河ってこういう街ですよっていうのを、うん、まあそういう意味ではね、そう、アリーナはまさにザ・東三河。そこで東、女性の方ね、東三河をちょっと知ってもらって魅力を感じてもらったら、うん、こうね、そのきっかけにちょっと次ね、ちょっと休みとかに一回来てみたらどうって誘っていただければ、うん、なお OK、 なお OK ですね。うまくこうできてますね、この舞台がね。そうです、もう舞台はできてます、ね、はい、ちょうど、ね、この終わって年が明けたぐらいから、うん、ね、田原の方は菜の花祭りも始まって、あ、いいですね、結構ね、うん、見るところも増えてきますので、うんうん、そういうのを理由にお誘いしていただけると、うん、いなかった、なんなら生でね、お祭りを見に来てもらってもね、そうです、そうです、いいですよね、そうです、そうです、うん、まあ、もうね、2泊3日ぐらいで来てもらってね、ゆっくりこの東三河ずっと回ってもらうなんてね、まあ、いいですね、のりさんが全部エスコートします。あ、そうなんですか事前にですよ、当日じゃないですよ、事前に言ったら邪魔だよ事前に男性側にこういうところをレクチャーしといて、当日は後ろから尾行で、尾行ですか、で、危なくなったらLINEかなんかでここはこうだねってアドバイスを送ります。そこまでやってもらえると安心なのかな、よくわかんない、おせっかいだな、恋愛アドバイザー、あ、そうなんですか、今思いついた、今、待って、新しい、ちょっと職種として、はい、そういう肩書きもこれから、肩書きもいい、今ね、まだその募集中なんですよ、まだ募集間に合うんですか、まだ間に合います、一応ホームページとかのね、いろいろ情報に載せていっていただいてみたいですけど、一応10月31日まあ、一応、本日が入ってますよね、一応ね、一区切りつけるということで、一応、まあ、一応今回20日にも、1回目のセミナーは開きますけど、最後、もう一度、11月の17日に、ね、うん、男子力アップセミナーとして、男子力アップですか、そうです、いわゆるコーディネートから、コミュニケーション、コミュニケーション、大事ですね、うん、もうちょっと少し、まあ、うん、皆さん、うん、共通認識を持っていただいて、いざ六本木、いざ六本木で、これね、普通に参加したくないですか、なんか僕ら一応年齢制限にかかってたよみたいな、年齢制限は大丈夫です、本社じゃないですかね、そう、だって大丈夫、有料してませんから大丈夫ですかね、だってセミナー、セミナー受けれないですよね、そう、セミナーってすごい楽しそうなんですよ、すごい楽しそうですよ、なんかこの固いその勉強会じゃないですか、男子力、男子力、男子力、もう本当に、当日着ていこうと思っている服装を着てくるなに持ってきてください、先生がこれ、そうそうそう、作ってこれじゃないですか、これで、これダメ出し食らうと思う、マハラジャなんで、ややドレスコートしてください、あ、そうなんですか、いざこれダメなんですか、怒られます先生、もうそれちょっとスタッフ側に回ってくださいと、これ NG とは言えないですよね、言えないのでスタッフ側に回ってください、合コンでスタッフですか、あれみたいな、当日が来ていただいて、そのセミナーに来ていただければ多分300% ぐらい男が上がって、じゃあ、そちらだけでもゲームとかな、普段だと本当に有料で行っているセミナーを今回に限り無料で受けれるので、うん、ものすごいお得になってます、もうだから僕は運営側と言いながら便乗してセミナーを受けていこうと思ってるので男力上げちゃうわけね、そうです、そう、何をしようと思ってんでしょうか、いや、まあ、みんなあげましょうよ、みんなあげましょう、そしたら黙ってても東三河に来ますもんね、そう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 、黙っ
言ってたんですけど、ネットで流さないとね。ああ、わかりました。じゃあネットで、まあ、ギター片手に流すよ、ね、YouTube で。そこもじゃあ YouTube で。そう、男子力アップしてお伝えください。男子力アップしてから流せっていうことですね。わかりました。あのこれ見てみんながバーッと押し寄せますよ。残っちゃうんですけど。でもそういう、こうセミナーも、あのね、こう、まあ、その気楽にやっぱり来てほしいですよね。そうですね。なんかあ、セミナーかじゃなくて。そう、ね、なんか、今ね、あの、いわゆるその参加メンバー同士のコミュニケーションを取りながら、そうそう、まあ、こういう人もいるんだと。そう、まあ、ね、勉強する場所も準備してもらえるわけですからね、ちょっとあのそこからね、そうそうそう、きっかけ作りで。行く前にあの男性メンバー同士でこうある程度仲良くなって、もうあの、待ち込んだんだけど、遊びに行くんだよ。いいですね。いいと思いますよ。そういう感じが一番、もうあの楽しんでもらえるのかな、うん、いいですね。昨日の友は今日の敵みたいね。そうそうそう、急に頑張る。仲良くなって、仲良くなって会場行った瞬間にちょっと俺もあの子がいいだけで、これはいいですよ。そう、殴りになりませんか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。あの、ま、今回は、まあ、ちょっとだけ内容を話しますと、うん、あの告白タイムとかないので、うん、あのそれぞれプロフィールカードみたいなのを皆さん5枚ずつぐらい作ってもらって、うん、そのマチコン開催時間2時間の間に交換なり、うん、相手に渡すなり、時間で5人そうそうチャンスですね。チャンスがあります。だからあの、まあそのね、俺もあの子がっていう、まあ、争いは、うん、2時間後に分かるので、なるほどはい、アリーナ行く頃に分かるので大丈夫です。アリーナ来た時みんな血だらけだと思いましたよ。いや、いいですね。争ったな。いや、もう全員インタビューしたんですよ。大体ね、そのぐらいの人がいる方がなんかあの待ち込みやった甲斐があったりしてるんですよ。もうそこまで発するしてもらえば、そこまで、ね、熱くなって、ね、でそのまま東京に着いちゃう。俺帰りたくない。まだ募集してるんですよね。まだ募集中です。はい、でも、まあ、たまたまでね、10月2日の中日新聞でちょっと告知させてもらった時にから、お問い合わせは少しずつ増えておりますし、実は昨日、東愛知地新聞社の方もちょっと、取材を受けまして、うん、記事にしてもらえることになりましたので、いいね、またちょっとそこで、皆さんの、まあ、内容とか、まあ、募集についてはあのお目にかかれるので、もしちょっと出てみたいなと思った方はどちらに連絡すればいいですか。じゃあこちらにとかない。ここですか。ないです。この辺に。出ません。後で足しといてください。言ってください。電話番号いっちゃうのここで。電話まあホームページですか。あ、まああのエルティック東三河のホームページの方に、応募フォーム、マチコンから下がっていくと応募フォームありますので、そこで、ね、はい、そこから登録していただくか、もしお問い合わせもそこから問い合わせフォームあります。これは飛んでますよね。はい、大丈夫です。あったと思います。事務局に電話すればいいですか。まあ、事務局でもいいし、まあ、僕が出ますんで。うん、あ、そうかけていただいて。まあその10月2日の中日新聞がまだ残ってる方は、うん、そこに実は僕の電話番号も載ってますので、まあそれでお問い合わせいただいても大丈夫です。で一応ホームページ。ホームページ、はい、エロティック東三河で検索をしてください。はいはい、これはあのすぐ出ますので、はい、私ちょっと試してみます、ね。エロティックだけだと違うとこちょんないので、ね、ちょっと東三河までつけて検索してください。6本が出るかもしれませんね。はい、大丈夫です。多分ね、2ページ分ぐらいまでは大丈夫です。あ、なるほど。はい、エロティック東三河で、はい、もうズバリでね、検索してください。うん、ホームページでちゃんとあのアイコンもありますのでね、分かりやすいと思います。あります。はい。はい、まあ、どうしてもという場合はあの電話してください。はい。はい、お願いします。はい、お待ちしてます。はい、でも、まあ、なかなかね、こうやって伝えさせていただく機会が、でも正式にはまだあの PR 活動があまりこれからです。これからついてない、ね、これからですよね。ボランティアさんとかは、ボランティアさんも、そうです。会議はボランティアも、まあ自分たちが声かけできる方には。一応この前の会議ですと、あの一般の方が20人ぐらい、フリーと運動会が、はい、ね、はい、あと大学生の方は学生、そうですね、10募集するということで、はい、一般の方が20人枠なのかなという、はい、それぐらいです。はい、だいたいそれぐらいで、はい、これが集まればね、はい、まあ、多いよりもしかないということで、僕、今一般以外で3人ほどキープしたけど、うん、あの自分実費でも来るような人たち、一般以外で実費で来て聞き慣れない言葉ね、実費で来るので、それ言っちゃっていいんですか。
まあ、要は遊びに。そうそう、あの、うん、このイベント見たいけど、このイベントだけじゃ嫌だから、いわゆる前日朝一で東京行って、東京で遊んで一泊して、翌日 NTK 東三河楽しんで帰りますっていう方が、空いた時間もちょっとお手伝いしますよってことですね。なるほど。そうそうそう、だから、あの一応お手伝いするに行くけど、あの遊ばせてねという方が、3名ほど3名も、はい、捕まえてありますので、まあ、多い分ではね、助かりますよね、やっぱりね。僕がちょっと焼き芋お手伝いが楽できるかなっていうね。まあ自分が楽することしか。それ大事ですよね。自分が楽しむためにはね、やっぱりちょっと仕事を重ねないと。でもね、冗談抜きで、あの我々あのもちろんしっかりイベントね、運営しなきゃいけないんですけど、やっぱり僕ら自身も楽しまないと、やっぱお祭りっていうのはそういうものです。せっかくなんで、いろいろね、自分たちも食べたいし。ね、あもうめったにそんなね、久美さんが歌うときはやっぱこうやってうちを振らないかもね、こうやって、お願いします、そう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 ひらりでひらりで打ち合わせ通り、打ち合わせ通りその辺はね、あのそうそう、そのそういう時に僕の第二が、焼き芋バージョンバージョンしていますので、なるほど、はい、なんであのボランティアの方はですね、基本的にはあの事前に募集をさせていただいて、で応募いただいた方で、あの先ほど桜井さんがおっしゃっていただいた通り、まあ当日その会場があのたくさんの人で溢れますので、だから例えばそのお店によってはね、行列ができちゃったりとか、あるいはあのお子さんがちょっと迷子になったりとか、そういう方をちょっと見つけて、で本部の方に連れてきていただくとか、あのちょっと整理していただくその行列を、そういうのをもう一日ずっとやっていただく方になります。はい、ですので、まあ、そういう方には、当然ですけれども、あのね、来ていただくのに、東京まで来ると、あの結構かかりますので、だからその、そうですね、まあ、そう、あの、もう来ていただいて、まあ、言ってみれば、本来だとアルバイトをちゃんと用意してですね、まあ、一応ね、地元では警備さんもね、お願いして、それのまた、はい、細かな、ね、そうですそうです、裏方というか、警備はできないところ、そうですそうです、ね、お手伝いはちょっとね。そういう方に来ていただくので、まあ、ちょっとね、補助は少し出させていただくんですが、ただ、あの、なんですかね、まあ、皆さんも、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけども、あの、仕事 100% っていう気持ちではなくて、お祭りを楽しむっていう点も大事なんですよ。やっぱりお客さんが見てですね、我々スタッフがなんか疲れた顔で、こんな人にしてたな、あとはこう、いびきかいて寝てたらですねちょっと寝てる人いないと思うんですけど、もう前日から多分徹夜とかで、あ、まあ、陰でね、まあ、そういう方はちょっと休んでいただく別の部屋でですけれど、まあ、用意したけど基本的には我々ももっと祭りを楽しむんだっていうぐらいの気持ちで関わってもらいたい、まあ、ね、祭り気分でバーッとね、そうなんです、そうなんです、もう皆さんにお願いをしたいですし、まあ、自然とそうなるようにしなきゃいけないと思う、そうね、今お話いただいてもかなり盛りだくさんでね、そうなんです、ちょっと楽しみ方がどうやって楽しもうかと思うたくさんありますね。もう話が尽きないんですよ。うん、これね、あの本当にね、これだけ話をしてても、持っていくのはほんの一部なんですよ。で時間も朝10時から夜の8時までなんです。あの六本木ヒルズアリーナをその一日占有するんですけど、長丁場なんですよね。10時から20時、10時間です。ぶっ続け何かやってます、何かやってる、ずっと何かやってる、何か食べてるじゃないですかね途中で豚肉が焼いて10時間何か食べてたら多分そういうことになってそうですよね、ぶっ倒れたみたいな違う意味でぶっ倒れたみたいな、なんかでもつまんでるかもしれない口が常に濁いとったみたいな可能性はありますけど、はい、それまた楽しいですね、そうです、だからそういうイベントなので、まあ、10時間で長いようで実は短いんですよ、本当にその10時間で東三河全部伝えられるわけじゃないの、だから我々は本当にそのダイジェストを持っていくんですよ。久美さんも本当100曲ぐらい歌えるんですけど、申し訳ないですけど、本当にね、数曲歌っていただく。ただその数曲に本当に全てを、うん、これまでの人生の全てを込めて、かけて、もう本気で、本気でね。本気でやってもらう。歌い終わったらマイクを一緒に買ってありがとうございます。あれ、言いたいですよ、私。でもまあ
それぐらいもう終わったらヘトヘトになるぐらい。歩き回ったっていいんですか、ね、いいです本当ですか、いいじゃないですか、走り回っちゃう、走り回って、ね、走り回っていろいろやってください。わかりました、自転車準備しながらね、旗持ちだった自転車準備ですか、そうです、もう思いのすべてを、思いのすべてをもうこれまでの運年の全てを、はい、最初いらないじゃあ運年とかじゃなくていいですよ、運年運年もと凝縮して運でお願いしたいのはチラ見せ、チラ見せそこ大事なんですよ、そうもうねちょっと握りすぎてませんけど大丈夫ほとんど手から溢れちゃったんで、チラッチラッと何かを見せてほしい、わかりました、何かを見せますね、わかりました、それを見た方が次どう思うかって考えてた次どう思うか、なるほど、わかりました、だからチラッともうみんなそうなんです、お祭りからステージお笑いも全部そうですけど、チラッと見せてで全部見たいっていう、なるほど、これ人間の欲ですか、もやもやさせてね、そう、なるほど、さっき完全にやるって言ってましたよね、もうギュッと凝縮するんですよ、ギュッとしちゃうんですね、そうそう、で持っていくんですけど見せるなチラッともったいない、チラッ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 、そんな全部見せられないですよね、10時間の間でチラッと見せる、そのチラッとをやっていただきたい、わかりました、そうすることでちゃんと見たい方、全部見たい方、全部知りたい方、うんね、人間の欲の塊のようなね、ていうか、それは当たり前のことですから、もう皆さん、塊にしちゃって、みんな塊ですね、うん、みんなも塊にして、はい、で東三河へ来ないと見れないと、そうですね、続きは、新幹線止まって来てよって、ね、あるいは東三河に帰ってきてほしい、うんね、ああ、そうだった、こういう場所だったと、うん、あ地区はあったね。ね、あ、ゴレンモチ食べた何十年前の、うん、あ懐かしいな、うん、みんな元気だし楽しそうだし、うん、まあそろそろ帰るかな、あいいですね、東三河に帰らないでくださいね、ええ、大丈夫ですか、京都に帰らないです、東三河大好き、お願いしますね、大丈夫、これが本番ですからね、だから、はい、どうします、これ終わった瞬間に今日、ね、清水さんがちょっと京都どうかなって急に思い出したら、ね、ダメですよ、帰らないでくださいよ、まあね、それぐらいこう東三河愛のある、うんうん、メンバーで臨みますので、はいはい、本当にその塊をギュッと凝縮してチラ見せまでやりますので、チラ見せですよ、いっぱい、つまりエロティックなんです、それもね、それが美なんですね、それが美なんです、難しいですね、もうちょろっと言うのはね、言えないでしょ、これ説明しようと思うと、はい、どうしてもこういう話になっちゃうんです、今までの時間も牛詰めにしてこんだけしか言えないでね、そうなんです、だからこの今の映像はもう本当に公式のホームページから流させていただいていいですかこれ本当にもうちょっとしっかりしてて撮らないといけませんじゃないですか、いやいいですよ、桜さんの時にまあそれぐらいちょっと僕ら本気だし、うんはい、あの全員ボランティアなんで言ってみれば、はいはい、あのそういう、こう気持ちでやってますので、だから、まあそうだね、楽しめる人がもうみんなでね、やってます、一緒に行きましょうと、やってます、やってます、東京にね、東京行きます、東京行って、でみんなで全国の皆さんにエロティック東三河、うん、知っていただいて、はい、多分全国の方ニュースで見てもですね、うんうん、エロティックってとこだけに引っかかると思うんですよ、まあ、引っかかればOKですね、まあ、引っかかってもらえればそれでよしと、うんうん、あの来れない方、うん、あるいは全く知らない方、うん、だけどそこからだと僕は思ってます、うん、だこういう、うん、ローカルの取り組みって全国でたくさんやってます、うん、やってますけど、はい、東三河人にしかできない、うん、本当にこう一生に一度のイベントを今回1年、うんうんうん、1年の間で準備をしてきました、してきて、はいはい、まあ、その集大成がいよいよ来月11月24日、たった1日ですけど、はい、そこに僕らぶつけますん で、はい、でしかも前後して申し訳ないんですが、話が、はい、ステージの、はい、お祭りステージの総合演出を、あ、なるほど、今回映画、ね、映画監督の、映画監督の菅原宏さんに、はい、お願いさせて、あの多分ピッとくる方はもうピッとくる、早咲きの花っていう映画のまさに監督、うん、まあ、あの少し前の映画なんですが、僕らの7日間戦争、うん、めちゃくちゃ有名じゃないですか、ね、はい、その映画監督さんが今回この東三河をギュッと凝縮してチラ見せする、うん、そのお祭りステージの総合演出をやってくださるんですよ、うん、すごい、なんで今まさに
豊橋祭り、まあ、ただもうすぐ準備です、あの 土日が今週の今度の土曜日がですよね。その豊橋祭りの総合プロデューサーがその菅原監督で、ものすごくお忙しいんですよ。当たり前ですけども、当たり前なんですけど、でも同時並行でエロティック東三河のプログラムとかね、細かい今やりくりもしていただいてます。なんでそれを菅原監督の下で演出をさせていただいて、だからもうそのね、もうこんなことは二度とないです。ないですよね。ないです、ええ、あの本当に監督のご好意で今回ステージを演出していただくことになりましたので、だからかなりある意味であの監督ももう本気モードに入っていらっしゃいますので、非常にこう厳しい演出を要求されると。分かりました。答えられるように頑張ります。非常にこう、もう こういうのをこうしてほしいんだってこう、ね、あんたのもう最大の魅力はここだからってこういう言い方で、もう一人一人とお会いしたいとおっしゃってますので。本当ですか、はい、ちゃんと会議ください。今度来ていただきますので楽しみです、まあ、それをこうギュッと凝縮して、お祭りもあり、で飲食店 もう真剣勝負で、皆さん楽しみながら真剣勝負で来ていただきますので、そんなところですね。オッケーですか。まあ、全然まだオッケーじゃないですけど、ただまあこれ以上言っちゃうと、多分ね、もうただのべしゃばりプロデューサー。いやでも思いがすごいですね。やっぱりでもきっとあの見てる方とかでも多分こう、私も何回か聞かれることがあるんですけど、やっぱこれ見たことあるんだけど。どういうイベントなのって聞かれるのか、名前ばっかりこう先行してる、ね、チラシとこの T シャツは見るんだけどって言って、来てる人は見かけますよね、イベントでも、ね、ありがとうございます。いや、いつもじゃないですよ、すみません。 4L ですね、4L 一番大きなサイズ。確かにそうです、一番大きいので、ぴったりです、どうしましょう。これ以上大きいのはないんですよ。良かったです。まあ名前ばっかりね、伝わるといいんですけどね、今日見ていただいた方とかにだけど、でこれ正式にエロティック東三河さんの他の情報発信開始するんですよね。はい、あの、はい、これからあのいろんなその、まあ、例えばあの先ほど言った新聞とか、まあ、できればテレビとか、ラジオにも出させていただきますし、まあ、もちろん公式のホームページ、それから Facebook、インスタグラム、もうこれからバーッともうあのダーッとそうです、今までここまで来てて言えなかったこと、今日あのお話ししたことよりもまだあるんですよ。まだあるんですよ。それをそういった媒体を使わせていただいて、24時間テレビですね、もうこれじゃあ。そうです。もう本当ね、朝まで。朝まで。これ朝までですよね。朝まで生テレビ。朝まで生テレビ。それならちょっとゆっくり。ゆっくりじゃない。ちょっと今が夜食でも食べましょうか。いいですね。じゃあマスター。はい。2時まで大丈夫。2時までダメだよ、朝までやらなきゃ。モーニングサービスいつでもつけられます。モーニング出てきますよ。すごいな。いやもうそれぐらいね、あのちょっとてんこ盛りすぎるんで、本当に情報はあのこれからバーッと出して出していただきます。最新情報はホームページですか？最新情報はホームページ、あの Facebook、Instagram、これをご覧いただければ。まずは最新の情報はこれで抑えられます。そこは大事ですよね。あとはあの私を捕まえてください。どこにいるか分からない。それ一番難しいな。それは難しいから。そしたらそこですら出せない。裏話を。裏話をお伝えします。じゃあエロティックのお話を本人に後で。その代わり約束してください。必ず東京に来ていただきます。なるほど。あのそんなね、あのね、あのあれですよ、あの一元さんお断りですから、必ずそのあの毎週月曜日見てくださいね、皆さん。居場所すぐ分かりますからね、そしたら。毎週月9で居場所が分かるので。もう分かんない方はもうそこ行ってください。捕まります。毎週月9で居場所は分かります。あの今日あの一緒にこうスタジオに来てくださってる、あのカーヤン商店の伊藤さん。有名ですよね。はい、そう、伊藤さん捕まえてくれても大丈夫です。まあそうですけどね。まあ、伊藤さんもね、大事なミッション、実はやってくださってて、ずっとこの活動の記録を、そうずっとこの記録を残してくださって、会議の様子とか、いろんなね、お祭りのその打ち合わせ、その、いろんなイベントにも我々出た、そういうのを全部今記録をしてくださってて、で当日ももちろん、
記録を。そういうこう、あの本当に裏方があってのイベント、うんうん、まあ、我々ももちろん裏でやるんですけど、だけどそのさらにまた裏方の皆さんがたくさんこうやってお手伝いに協力していただいているので、うん、そうでないとできない、うん、それはそうですね、当日は記録用のカメラ5台回します。記録用5台、記録用5台、すごいですよね。未だかつてこんなイベントないですよ、だからみんなその別に自慢するわけじゃなくて、そうでないとできないんですよ、だから自慢しましょう、終わったらもういくらでも自慢しますちょっと終わるまではちょっと遅いな気がするね、ぼわっとやらないと、まあそのね、こうやっていわゆる裏方のまた裏方がいて、うん、でその皆さんの支えがあって、うん、本当にこうお祭り出てきていただく、うん、でお祭りを出てきていただく方は、うん、本当普段通り来ていただくので、うん、本当にそのなんかね、そこでまたなんかね、一つレベルアップ、うん、あのしてくださいじゃなくて、うん、そのまま来てください、それが東三河なんですと、うん、だけど気がついたら終わってたら多分皆さんものすごいレベルアップしてると思います、うん、僕らもそうですけど、うんうんうん、だから最初からそれはもうコンセプトとして考えて、裏のコンセプトとして、だからまず来ていただくことがすごく大事、うん、でできればそういうボランティアで関わっていただけると、まあ、きっかけはボランティアでね、っていうのもいいですよね、いただくと、多分その人生観がもしかすると変わるかも、なんでそこだけ弱ってたの急に山田りのちっちゃくなっちゃった、今なんかちょっとラジオぐらいのトーク、ここ撮ってる時こうなっちゃうもう一人だったね、今いろんな意味で変わりますよ、いろんな意味で変わります。人生が変わるかもしれないですし、まあ、できれば変えていただきたい。まあ、参加すれば少なくともね、何か変わるとは思いますけどね。参加してみてないですけど、何かなんか、ね、その規模を経験してもらうことによって。で、町コンが一番変わりそうですね。もう、すごい。本当に町コンね、参加したいですよ。したくないですか、したいですよね。ちょっとね、勉強会出てね、ちょっと僕も本気で、ね、新聞記事に僕出てなかったら参加したいですもんね。ね、うん、いや、楽しそうですよ。そうですね、皆さんこうなかなかね、うん、こう、はい、ちょっとこういい意味で奥ゆかしくて、うん、だからもうぜひまだ時間ありますんで。なかなかね、一人でちょっと参加するのは勇気がいるっていう方は友達誘ってもらったりとかね。あ、ダメですよ、奪い合いになっちゃうので、誘わない方がいいと思います。そこは大丈夫ですよ、直接奪い合ったかどうかが分かんないので、好みの違う男の人は、ね、ね、それでこうよってご縁があるんでね、まあ、いろんなバラエティに飛んでさ、バラエティに飛んだちょっと心配がありますけど、バラエティはでも、本当にね、マチコン、こう出てみる価値は本当に 120% ありますし、準備の段階が楽しそうですね。楽しそうです、出た方がいいだよね、いいよね、絶対楽しいし、そのもうセミナー出るだけで、自分の違う一面が絶対見れるので、もうそれだけで多分、一番最初に変わりますね、そうですね、変わります、変わります、ね、もう服装から全部変わりますよ、そうです、ちゃんとその、まあね、プロの方にコーディネートも見てもらえる、うん、で、いわゆるお金をかけるコーディネートじゃないですよ、うんうん、その、もう今ある服をちょっと手を入れてもらうとか、うん、もう あまりにもめっちゃカジュアルだとちょっとどうしようもないかもしれないですけど、でも、本当にまあまあ大丈夫ですか、ちょっとこうお金はできるだけかけずにちょっとコーディネートをして、本当のおしゃれって感じ、そう、本当のおしゃれなんですよ、うんうんうん、それをできたらこう、ね、ちゃんと自分で姿見で見てもらって、普段とどのぐらい違うか、うん、って見るだけで多分自分の中で いいです、ね、自信が変わってくると思うので、東京では楽しくないですね、きっとね、スタッフも皆さん受けた方がいいかもしれないね、そうですね、僕なんかじゃ僕率先して受けてビフォーアフターみたいな、それで記録係に撮ってもらって、記録係、うわ記録に残るのかこれ変わらんかったらどうするんだみたいな、ここはこんな感じですか、わーすごいすごい面白いね、それもここで流さなくていいですか、テロップで、テロップで、テロップで、ちょっと差し込み難しいんですけどすいません素敵素敵、伊藤さんが変わったようにね、そうそうそう、皆さんもコーディネートから、コーディネートから、それは10月の、あ、10月、11月、10月、一応1回目はもう、10月の20日なんですけど、実は豊橋祭りとかいろんなお祭りと重なってて、ちょっと難しい
可能性があるので、11月17日になります、うん、17日ですね、はい、もう直前ですね、まだありますので、うん、1週前、1週前です、うん、なるほど、うん、まず直前にやって、そのもう来週だよという意識を高めたまま当日迎えて、まあ、忘れる前にね、そうそう、行っちゃいましょう、欲しいかなと、うん、まだ1週間ありますからね、そうやって、ね、セミナー受けてから本番まで、もうそのセミナー受けた翌日から、ちょっとね、自分、鏡見る時間とかね、ちょっと長くなって、これでは面白いかなと思います。変われるでしょうね。はい、うん、東京に住まいでね、はい、勉強されてるわけですからね。そうです、うん、なるほど。少しといな。おいおいおい。いやいやいや。メインが強いじゃないですか。参加する方法を知ってます？伊藤さんの代わりに記録係と銘打ってくるっていうね。毎週もらえばいいんですかね、記録係って。なるほど。そう。なるほど。そうすると無条件で参加できちゃうので。なるほど。カメラもどこに行って大丈夫ですかね。でカメラ持ってる手でねみたいな、そういう参加の仕方じゃない、ちゃんと応募して、応募してね、そうそう、もう、別に応募しても大丈夫です、会長が OK なら僕は通します。あ、なんかすごい爆弾発言をしてちょっとそんな裏事情話してよ、放送事故じゃないですけど大丈夫ですか、会長が OK なら、どうします、会長が OK って、なんかその会長って会長基準でいくんですか、会長基準です、なるほど、会長怒りますけど、俺かって、会長基準か、なるほど、うん、まあ、でも本当にまだね、まだ時間ありますから、ぜひ ね、これを聞いていただいている100万人のね、皆さんですね、ぜひ応募していただいて、そうですね、一応定員がありますよね、100万人来られても来られますよね、まあさすがに、そうですね、一応全員来られたら、一応定員30名なので、まあ、早い者勝ちになってきます、はい、絶対参加した方がいいです、あ、うん、もう本当にね、今回この、まあ、マチコン参加してもらいながらセミナーを受けれるってことは、うん、この今後の自分にプラスになることしかないので、そうですね、ああ、うん、全然関係とか引っ掛けてくるね、そうですよね、もうね、会の電車で、うん、そうね、マチコン出ました、その後はアリーナ行って、アリーナでもね、またいろんなね、うまくやると、ながらね、うまくやると、行きの新幹線捕まっちゃうことだよね、もうそうですね、あれみたいな、行きの新幹線捕まると、会場来てもらえるから、それダメです、会場来た後からです、あ、そう、じゃあ気をつけなきゃいけませんね、ちょっとね、調子に乗ってやっちゃってね、うまくいっちゃったみたいな、行きの新幹線は、そういう報告でもいいですよね、まあ、そうですね、OK ですか、来ていただいて、ごめん、ちょっと、さっき、できちゃった、会場着くまでに、行く前にできたらどうしましょうかね、もう、それはそれで、じゃあ、ね、その方と一緒に会場に遊びに来てくれれば、アリーナの方へね、あ、ありです、それはいいですね、ありです、そうです、うん、なるほど、楽しみですね、それはね、はい、たまに女性の問い合わせもあるというね、うん、あります、地元で、ちょっとね、地元で、うん、ありますよ、東京の男の人がいいんですかね、どうなんですかね、いや、その方は地元の男性ってことをご存知いらっしゃいますね、それで、うん、東京で地元の男性と出会いたいっていう、なるほど、ね、じゃあ東京でとかに書いててもらえばいいですかやっぱりね、おっしゃったのはやっぱりその東京でっていうのがいいと、まずで、しかもその、ね、うん、マハラジャ六本木っていう、ああなるほど、場所の効果大きいですね、場所の効果大きいですね、そういうことでもないとなかなか行けない、うん、まず東京行くこと自体が、うん、僕も、ね、今回参加してくれる方で一人いるからは、マハラジャでマチコンが本当にできるのと、お先にそこを確認されて、もう会場は抑えてありますって言ったら、もうそしたらちょっとね、行く機会が本当にないので、ぜひ行きたいですと、うん、ね、本当に楽しみますね、マチコンなのかマハラジャが目的なのか分からないからもう答えでしたけど、どっちでもいいです、どっちでもいいです、はい、目的は何でもいいですね、ただ、来ると何か発見があって、何かを持って帰ってもらえます、うん、それが女性ならなおいいと、そうですね、そういう企画ですね、はい、これまだ募集中で、募集中です、はい、ホームページの方でね、ホームページもう今すぐホームページにアクセスしていただくと、あとはまだボランティアを募集中、ボランティア募集中、これから募集しますね、正式に要項ができますんで、募集要項が、はい、これもホームページを通じて、これもホームページで一般の方には募集させていただきます、はい、あともう一つホームページので募集というか、はい、お願いというか、ね、はい、お願い、はい、あ、はい、こちらですね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、現在漁協さん、漁協さん、はい、漁業じゃない、漁協さん、漁協じゃないです、はい、
補強さんをお願いしている。まだと言いますかね、あの、はい、募集というか、まだまだ応援ね、皆様の応援をお願いしたいです。やっぱりみんなあの熱意だけではできないので、そうですね、あのいろんな意味で、まあ、会場費であるとか、うんうん、あと先ほどもお伝えしました通り、うん、東三河から来るだけでも結構かかるんですよね、東京行く、で出ていくだけでも、うんうんうん、だから少なくとも、うんうん、こうやってこのイベントを支える皆さんと、うん、あとご出演していただく、うん、本当にその東三河のために、うんうん、わざわざ東京へ来ていただく方、うん、お忙しい中、うん、そういう皆さんにはやっぱりね、うん、往復の旅費ぐらいはやっぱりね、うん、本当にね、それはもう気持ちなんですよ、うんうん、ですけどそれだけでなんとか来てください、逆に言うとね、まあ、楽しみにね、行くのにちょっと、まあ、お小遣いじゃないですけどね、工事費が出て、ちょっと補充というかね、補填してもらえると、ちょっと動き回ってもらったりとか、ね、重いものを運んでいただいたりとかしますけども、うん、あの基本的には、うん、あのこう楽しみながら来ていただきたいんですが、うん、ただ、すべてがすべて負担になってしまうっていうのは、うん、僕は違うと思う。うん、だから、そういう、こう少なくとも、うん、交通費ですね、うん、いわゆる。うん、交通費はなんとか一部負担ぐらいの負担、うん、まあ、補助として、うん、ちょっと、まあ、全額って難しいかもしれないんで、そう、ね、少なくとも少し補助させて、うん、まあ、そのための資金を捻出、まあ、一応形はボランティアで参加表明していただいたという方を対象に、全部ってなるともう、ね、100人200人くちゃうとね、そうなんですよね、うん、まあ、その分のなんて言いますかね、こう予算を何とか作らせていただきたいと。で、先ほど申しましたように我々もみんなボランティアでやってるんですね。だからあのもう基本的には、うん、あの最終的には、うん、ポケットから、うん、もうね、うん、お願いしますってやるつもりではいます、うん、つもりではいますけど、うん、いますけど、うん、ただ東三河を愛する皆さん、うん、この番組を聞いていただいている方は、うん、皆さん東三河を愛しているくださっていると、うん、我々と同じ気持ちだと思いますので、うん、まあ本当に少し、うん、あのご負担はなるべくかからないようにさせていただきますので、ぜひご協賛をお願いできればと。まあ、当日はね、記録係の方もいらっしゃるのでね、まあ、映像としては多少ね、見ることがどっかでできるかと思うんですけど、できます、はい、どうしても行けないっていう方は、やっぱり24日ですね、いろいろイベントも重なってね、行けないって方は、あの、はい、T シャツをね、気持ちだけ、うん、T シャツもこれ2000円で、はい、絶賛販売中です。一部2300円で行ったことあったんですけど、あの定価定価、ただこの放送を聞いたと言っていただければ、はい、2000円にさせていただきます通販番組やっちゃいましたね、はい、でもこれも有名な方にのロゴなんですよね。ありがとうございます。それだけでも価値が、はい、もうあの豊橋郷土を誇る、ね、デザイナーの、それ聞いてびっくりしました。はい、あの味岡慎太郎先生に、うん、わざわざこのデザインを起こしていただいて、ね、うん、素晴らしい、本当にあのそうなんです、作っていただきました。でこれを、うん、我々のメンバーの、ね、はい、竹内恵子さんが、はい、あのアートディレクター竹内恵子さんがこういうデザインをして、うん、T シャツ実行にしてもらって、はいはい、これは2000円で、これは2000円です。これはどこにお問い合わせですか。これもホームページから問い合わせしていただくといいんですが、あの近々の話をさせていただくと、豊橋祭り、あ、豊橋祭り、はい、もうすぐじゃないですか。もうすぐです。20日の日に私あの松葉公園で、松葉公園で、はい、キッチンカーで、キッチンカーですか。スムージーやってますんで、はい、松葉公園に来ていただければ、はい、キッチンカーで T シャツ売ってますいや、あのそれで終わったらさただの宣伝じゃん。違う T シャツもちゃんと持っていかさせてなんであのこの T シャツをあのもし、ま、すぐ欲しい方はまず形からね、はい、応援していただいて、ね、みんなでこうお揃いにしたいですよ。プラスちょっと助助金、海安さん、海安商店、海安商店はどこで。あ、で扱ってます。あ、うちでね、どこでとか。海安商店さんでも扱っていただいてます。お店で扱って。どちらにあるんでしたっけ、海安商店さんって。佐藤二丁目。佐藤二丁目。佐藤町。二丁目。の店のほど。うちのお客さんがね、お客さんがね、売ってるって言って。なるほど。すごい美味しい。お弁当も作ってるの。はい。ちなみに僕に。二度ほど海安商店行くので迷いました。そうなんですか。ちゃんとあの海安商店で検索していただいて、ね、はい、地図が、はい、出てますね。そうですね。いつも一歩前の間違ってんだよね。こちらでもじゃあお買い求めいただけるってことですね。T シャツをね、これぜひお得で、お得というか安いですね。普通こういうのって
4、5000円しません？します。びっくりしたもん最初。あ、じゃあそうします。でも生地もね、何回洗ってもね、またくたにならない。全然ならないし、ならない、もうすごくなってますもん。ええ、本当にそうですね。まあ、イベントの T シャツ実は逆に高いんですよね、ね、普通は。そうそうそう、ね、すごい素敵な方にのデザインだし、普通普段着にも使えますね。あのね、今ならね、あの4000円で2枚もう1枚つける。4000円で2枚です。お得？お得です。今ならタイムセール。そう、タイムセール。2枚サイズ違いできます。サイズ違いです。あの、ぜひ桜井さんまでお問い合わせください。ちょっと待ってください。ちょっとクレームになりそうなんですけど、大丈夫ですか？じゃあ、 10枚ね、買っていただいたら手につけてもらいましょうかね。ああ、わかりました。10枚セットのね。はい、10枚セットで手に入れて。先ほど協賛っていうお話をさせていただきました。一口3000円ですので。3000円ですか、ね、そしたら、あのこちょっと今日持っては来てないんですが。持ってきてる。偉い。偉いですね。あの、すごい。あ、城下慎太郎先生のロゴデザインをした。手ぬぐいが、手ぬぐい、めちゃくちゃおしゃれです。わお、すごい。読めない。あ、これ読めてる方かな。合ってます。はい。合ってるです。この手ぬぐいは、3000円からの、そうですね、協賛。ご協賛いただければ、特別にこれを1枚お渡し。すごい。一口で1枚お渡し。一口で1枚です。今こういう手ぬぐいって流行ってるんですよね。額入れたりとかして。手ぬぐいすごい流行ってます。あの、これね、普通の手ぬぐいじゃないんですよ。じゃないですか？染めてある？あの、ちょっと色、このね、T シャツ着てないから、あの、このライト、このちょっと黄色いこのライトだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、あの蛍光灯の下で見るとね、これちょっとね、黄色がかってる、きなりなんですよ、つまり、あの、いわゆる漂白せずに、あの、もうその地のまま、この染めてます。すごい、おしゃれおしゃれ。そうなんです。何染めでした？何染めでしたっけ？忘れちゃいましたね。抽選です。あ、そうそう。抽選染めっていうね。抽選染め？はい。浜松の職人さん。浜松。代々受け継がれて。はい。これだけでもなんかね、お得ですよね。僕すごいお問い合わせが多いのは、うん、いや T シャツよりも手ぬぐい買いたいんですよ。いや、すいません、手ぬぐいは協賛なんですよって。演奏したらだって T シャツよりも高いじゃん。ね、まあ、それぐらい価値ありますよ ね。東京とかででもこれ絶対欲しい人いますよね。うん、これね、あの、そうなんです。抽選で染めていただいて、ネットショップで出しますか。あの、今日何が面白いってね、これね、ちょっとずつこう穴が違うんです。虹出たりとか、もう一枚一枚こう染めるんで、ちょっとずれてたり、それがまたね、良かったりするんです、味が出て。T シャツの時に、まあ、首に巻いたりとかして、結構洗ってますけど、すごいしっかりしてるんで、すごい。ぜひ、あの、こう、いろんな使い方ができるんですけど、まあ、これからだんだん涼しくなってくるとですね、ちょっと首元が寒くなるじゃないですか。こういう感じでちょっと折っていただいて、でそのままこう首に巻いていただくと、まあ、要するにこの模様がすごいおしゃれなんですよ。この感じがね、この模様。基礎感で僕、この模様でネクタイ欲しいなと思ってます。本当だ。すごいおしゃれなんですよ。白と紺で。で、今ね、ちょっと計画してるのは、あの、ちょっとこれの長いバージョン、2枚つづり。これがちょうど2枚で、それをちょっと今、ストール。ストール。おしゃれ、使えるんですよね。最近ね、男性でもね、ストール巻くようになってきてますし、すごいなと思うんですよね。こういうちょっと粋な使い方をしていただけますので、間違いなくこれは本物です。プリントとかじゃないです。いいですよね、みんな欲しいです。ぜひ協賛していただいて。ぜひ協賛していただいて。3000円ですね。気持ちなので、お気持ちで、ぜひ本当にね、協賛していただいて。3000円だと元が、でも2000円ぐらいかかってますね、これ大丈夫ですか？大丈夫じゃないんですよ。ないんですけど、まあでも、もう気持ちです。気持ちですか？はい。じゃあもっと大口のね、金額も。大口のね。はい。中柱をね、あの、お持ちの方はぜひ、協賛してください。お願いします。はい、お願いします。します。はい。はい。はい。
ありがとうございました。いやいや、これ枠に収まってるんですか。一応ね、Facebook の限界時が3時間ですのでね。まあ止まってないのでいいと思います。3時間すごいな。すごいですね、3時間もあれなんですね。YouTube は無限だと思うんですよね。地方の方変わったかな、3時間だったかなと思う。これでもう30分ぐらいですか、今。そうでね、ギュッとしましたのでね、今。うん、ギュッとして、チラ見せ。チラ見せですので、あの、ね、10分か20分ぐらいしかまだないかもしれませんけど、まあ、はい。じゃあもう、このまま勢いで朝まで生テレビ。ただ、お店の方がね、ギュッとできないもんですから、ね。まあ、そこはほら、すいません。神田さんに何とかします。そうそうそう。いや、面白いというか、ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。いやー、もうたくさんお話を今日はあと、しゃべりたいない分は本番の11月からのね、はい、本場所から、まあ、多分あれですよ、あのしゃべりたいない部分は、はい、あの月9で多分少しずつ小出ししてくると思うので、ね、月9で、ね、月9の番組でね、見たいんですけど、30分から違う番組やってるもんですよ。かぶってるんですよ。かぶってるんですよ。ライブ、はい、すいませんぜひあのこちらの番組見てください、ね、はい、ぜひとも11月のね、はい、24日、ベルキッド東三河、はい、はい、ジャック、ちょっとテンション低かったですね。そうですね、ちょっとギュッとしすぎちゃったかなと思って、すいません、あの、とんでもないです。でもなんか謎が解けましたよね、なんか。そうですね、でまだちょっと伝えられてない部分がね、まだ多いというか、うんうん、あと7割がどうなったかちょっと気になりますので、でしょ、ぜひ、気になります、ぜひぜひ、ホームページに、動画もなんか上げるっていう話じゃなかったですかね、それは違ってましたか。あげたいなっていう。あげたいな。あげたいな。ね、向こうに行けばいいですから、広がるから。いや、もうね。お父さんに。もうあげたいな。もう11月が毎週のように上がるんですよね。まあ、あげたいな。もうストックいっぱいあるので、どんどん上げていただいて、伊藤さんにお任せして。楽しみにしてください。動画はちなみに100本上げると効果出ますので、頑張ってください。11月の20日ぐらいまでに100本バーッと上げていただいて、うん、エロティックって書いてですね。毎日の勢いですね。じゃあこれを100分割してちょっとギュッとしすぎたから100分割難しいけど、100分割は無理です。100回再生できると思うので。なるほど、はい、なるほど、うん、こんなにね、エロティック東三河の紹介を詳しくさせていただいたのは初めてです。会議でも聞いたことないですね。もしこれを会議でやるとですね、はい、帰れませんよ。帰らしません。帰らせません。ライフポートだと時間的にぶった切られますよね。まあ、まずね、そこはギュッとやってもらって、いやもう本当ありがたいです。こんなにね、細かく詳しく、はい、じゃああと 70% はぜひ11月から。そう、70% は11月からの情報公開と、はい、当日ね。当日ですね。まあ、当日はもう皆さんね、東京行ってるから、そうそう。ね、そうですよね。うん。もう東京から中継しますので。中継回ってる。ちょっと中継も大変ですよね。生中継しながら、5台のカメラをやりながら。中継チームもいるんですよ。ああそういうこう、あ、そうしちゃったんですね、会議でね。ネット販売すごい、うん、でその、チームはチームで、うん、番組をやります。あ、番組なんですか。木曜日は外しました。金曜日、うん、外させていただいて、外させない金曜日に、うん、公式のエロティック東三河の番組を、うん、させていただけることになりまして、うん、ありがたいことに、うん、でそれをやっていただくのがグルメイド隊の、うん、番組を担当してくださってる、うん、渡辺さん、まあ、渡辺さんって言ってもリーダーですか。リーダー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 ですね。リーダーです、はい、ロミちゃん、ロミちゃん、いやいや、あそっちの渡辺さん、あ、なるほど、渡辺って言うから一瞬、いや、そっちの渡辺さんじゃないですが、そういう配信の、あ、まあ、男の方、男の子ですね、男性ですけどね、ご自身もそういうバンドで、バイト、光プラス、光プラスっていうバンドです、でキーボードやってる渡辺さんに、今回ちょっと配信のお手伝いをいただいて、11月2日から金曜日、
3回放送いたします。11月2日ですか。はい、何時からですか。金曜日、9時からなんですが。9時から。はい、メディアは何でしょう。どこで流れる。メディア YouTube です。 YouTube で、はい、もうそろそろ準備します、その番組。11月2日、はい、夏のうなぎ来た後だから多分死んで寝てると思う。それじゃあ、あとの 80%、70%、ダーッとそこで。そうですね、そこで、うん、まあ、またチラ見せはするんですけど、ね。またチラ見せですか。本番まではね、ずっとチラ見せるんで、ね。ぜひゲストでね、久美さんにも、もしお時間あれば、3回やりますので。なのでですか、お願いします。まあ、ぜひちょっと、来ていただきたいなと。そこでじゃあ、久美さんもチラ見せで、ほんのワンフレーズぐらい歌ってるとかね。ね、イントロだけで、イントロだけで歌っていいんですか。なんかちょっと見せなくていいですか。チャラララララララって来たねみたいな。なるほど。で、今あの日程をいただいたんですけど、エロティック東三河公式 YouTube 配信、うん、日程なんですけど、第1回目放送11月の2日、はい、金曜日21時から22時、1時間も。で、2回目放送が11月9日。9日、1週間です ね。9日の金曜日、はい、時間は一緒で9時から10時。3回目、11月16日。16日、はい、で、最後の4回目が11月4回ですね。最終回、11月24日。本番です。本番ですよ。あ、そうです。あ、でも待ってます。最終回です。最終回。最終回って言うんですか。最終回、本当。当日本番が最終回。現場からの待ち受けって感じ。あ、じゃあ本番じゃないですかね。なるほど。本番が最終回なんですよ。終わった後かと思いました、私。最初で最後という。8時に終わりました、19時からみたいな。渡辺太郎。終わったその後がね。そうそう。片付けてヘトヘトでみんな。番組にならないみたいなね。2日、9日、16日 で最後の、ね、現場から中継ということ で、 いいです、ね、ね、YouTube 配信 で、 で、ね、はい、はい、そんな予定も楽しみにいっぱい置いていただいてありがとうございます。はい、本当に、はい、じゃあもうこの辺で、はい、そうですね、あと1ヶ月か、もうすぐですよ。そうですね、残りあと1ヶ月と少し、はい、ぜひいい企画ですね。というと順調ですか、準備は。かなり幅が広すぎて。やっぱり準備自体は順調に進んでいるとは思うんですが、うん、やっぱりね、予期しないことが、うん、毎日のように、毎日のように起こりますし、はい、そこは笑顔で、楽しく、もうそれはね、前向きにやるしかないですし、うん、もうやる日はもう決まってます。だから、うん、そこに向かってやることももう決めてます。だからあとはいかに楽しめるかなんですよ。まあ、準備段階から、ね、苦しいことも含めて、うん、そうです。準備段階からヘラヘラやるっていう意味じゃなくて、そうですね、真剣にやるんですけど、うん、やっぱり楽しみたいですね、うん、このもう一緒に、こういう機会ないですから、うん、あと1ヶ月、うん、あと1ヶ月で解放されると。そうですね、そっち行っちゃってるんですよ、もう気分は。夢見て今。夢見て、一生懸命準備させていただいてます。まあ、今日見てね、ちょっと、もう少しっていう場合は全体会議はもう一回、はい、あります。ありがとうございます。はい、素晴らしい振りですね、今。はい、ありがとうございます。すみません、私がちょっと緊張忘れたもんで、今聞こうかなと思って。大丈夫です。いい加減だぞ。はい、11月の15日。15日ですね。日曜日です。7時から、夜の19時。はい、19時から。はい、場所は、はい、ライフポート豊橋。ライフポート。はい。教育会館。2階でしたね。2階です、はい、教育会館2階の第2研修室、うん、ね、入り口入ると書いてありますね。書いてありますね、うん、なんで覚えなくていいです、うん、とりあえずライフポート豊橋に来てもらえば、右側に曲がっていけば、そうです、はい、自然と行けるかなっていうことで、なんとなく、うん、なんとなくです。で、そこで最終決断をね、まだ間に合えば参加していただいて、はい、もうぜひ、はい、参加していただきたいです、はい、大丈夫ですか、疲れてませんか、会議の後で。いや、そんなことないですよ。疲れてなんか、会議で、会議で、いや、ええ、だってこれ朝までやるんでしょ。もうそれ聞いた時に私疲れましたよね。逆に疲れた。いや、ありがとうございました、本当に。お疲れのところどうも、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとメイン司会をね、サボってるので、はい、じゃあお席を、はい、ありがとうございました。メインの方は、メインさん、プロデューサー、メインプロデューサー、長いことどうもありがとうございました。はい、やっと登場できました。はい、じゃあ最後の会合行ってもらっていいですか。お
もうそれだけもうそれだけ、はい、それだけ か, かもうおかげでね、私の携帯ね、うん、電源がほぼなくなりました。はい、はい、ずっと拝見させていただいております。ありがとうございます。はい、視聴率届いて今回あれだよね、史上最長の。でもギュッとしちゃったから10分ぐらいかなと思って。全然ギュッとしない。まあそれいいんだけど、まだあの竜宮城にいる気分ですよ。いやいやいや出たらびっくりみたいな。もう12時回ってますよ。あ、そうですか。うん、だけどそれにつけては見てくださいよ、うん、今9人ちょか、まずここの人がみんな試合してるから。そんなことこれ残ってますよね。うん、あのね、たくさんの人がね、次の田中さん、家で大丈夫ですか。うん、あ、そうそう、なんか、ね、なんか香港行ってて今日休んでたんじゃないかと心配したんですけど出てなかったのでね。ああ、そうか。風邪ひいた、田中さんね、うん、風邪ひいちゃったらしくて、ね、うん、そうそうそう、まあそんなわけでね、うん、ちょっとやけに最長記録をこう作っていただいて非常に感謝しているところなんですけども、はい、ちょっといろいろコメントいただいたんでちょっとリアルにお返事ができなくて申し訳なかったんですけど、ね、一応ね、いいねは向こうで押しときましたけど、ね、ありがとうございます。コメントは入れてないです。そこはの大事な仕事ですね。私はそれが仕事か。サポートとしてはちゃんとやらないと回るよね。、うん、はい、まあそんなわけでね、ちょっともう12時超えてしまってね、はい、遅くなってはしまったんですけど、私3時間ぐらい喋ってないけど、ちょっと腹出してたんですけど、ね、3時間は行ってないですけど、うん、俺だと1時間喋りますから、フェイスブックがもう切れますよって言ってるんじゃないかと、ちょっとドキドキしてたんですけど、まだね、10時に始まったんだから、1時まで大丈夫ですね、まあ、あと50分ぐらい、うん、いいですよ、喋ってて、行きますよ、一人喋ってていいよ、じゃあ俺喋るよ、1時間、いいよ、いいよ、もうみんな帰っていいですか、ね、もう多分ね、誰も見ないわ、そっから、ああ、終わったなって、もうみんな切ってるから、きっと。アーカイブでもここまで来ると、あ、まあいいよ、あなたあった。田中さん、体調ダメですねって、そんな返事してたら心配になっちゃうじゃないですか。田中さん、もう早く寝てくださいよ、もう。調子悪い、早く番組終われって言われちゃった。そうそうそう、早く切れよって。寝れねえじゃねえか。本当です。ね、そんなわけで、じゃあエロティック東三河さん、はい、ね、詳しく今日はね。でも今日 30% しかお話できなかったんです。あれで 30%、来週またやるの。来週で、60%。来週だってさ、うん、谷山さん来たいって言ってた。じゃあ、ちょっと出てもらって。ちょっとかよ、怒るに谷山さん。ここスタートの時にちょっと座っててもらって。ありがとうございます、って言い返してもらって。そういうことか。とそれはちょっと谷山さんに。早めにスタートする、うん、早めにスタート。谷山さん、僕はずっと出てもらいたいんだけど、この方が座って言ってるんですか。一応プロデューサーはこっちですんでね、ほとんど権限はこっちに。ほとんど権限が私にないんですね。だけど谷山さんね、来週権限がないですよ、遅刻者もあるんですね、やっぱりね。遅刻じゃない、ギリギリセーフじゃなかったっけ。ギリギリアウトだと思いますよ、あ、そうなの。私、10時にスイッチ入れましたからね。あ、そうなの。だけど今日はちょっと大事なね、別のちょっとイベントの話で言ってたもん、ね、この番組以外に大事なものがあるっていうのが大体いやいや許せないですね。もちろん、だからギリギリセーフで、ね、ディレクターとしてはちょっと許せないですね。ギリギリセーフでもう、なんとか間に合ったかなとは思います。で、すぐおトイレ行っちゃうの最悪ですね、やっぱね。それしょうがない、それはもう仕方がない話だ。本当ですか。仕方がない話だ。もう全部万端に座らなきゃダメですよ。いやいや、だってもう打ち合わせのない、まあ、題名のないよね、うん、番組ですから。でも時間はありますかね、ちゃんとね。時間ある、時間ありますから、うんうん、まあ、何を喋っても私は問題ないんですけど、まあ、責任は自分持ちみたいな、ね、そうそうそう、まあそんなわけで、はい、まあそろそろ終わりましょうや。あ、いや、その大事に、なんかすいませんって言われちゃうとこっちも向こうにコメントが入ると。はるたみどりさんって誰ですか。は私の知り合いです。小坂さん、朝から夜中までって書いてありますよね。そう、夜中は、そうも夜中ですよね。本当はもう寝分たいことなんですよ。だけど、タフですね、うん、いや、タフじゃない、もう頼むで寝かしてほしい。今日女性いますよ。うん、あ、もちろんいますけど。座らせませんよか、そしたら目覚めるでしょ、また。かもしれません。みどりさんがね、この後どこに帰るのかなって。帰るの、うちに帰ります。もう寝ます。どこに帰るんですか。うちに帰ります。どのうちですか。いや、だからそこに突っ込むとみんな勘違いするでしょ。怖いんですよ、これ。それうぬぼれ、誰も勘違いしないから。ああ、そういうことね。もうどこまでうぬぼれてるのか分かんないよ、本当に。どんだけ持っててるとみんな持ってると思ってるんですか。ちゃんと一回しかないと思ってるのに。いや、だからもう変に勘違いする。室上さん、ベッドがあると言ってましたので、寝ていってください。俺この間言われた、誰かに、うん、名前言わないけど、うん、モロカフェに住んでるんですよ。住んでない、住んでない、誰も住んでないです。住んでません、居候です。一緒じゃねえかよ、それ。まあそんなわけでね、はい、エロティック東三河のね、はい、
面々の方々が、ね、はい、出ていただいて、はい、この企画をかなり、ね、ね、詳しくお話ししていただいたと思います。そうね、先月から、ね、出てくださいなんてちょっと声かけて、うん、ね、うん、私がまあここで詳しい話をするよりはまあ本人さん、会議も出たことない人がそんなこと言わないで、ね、詳しい話全部してますよ、うん、今の全部見させてもらいましたね。覚えてますか？覚えてます。本当に？あの室用水の話ね。そうそうそう、うん、もう全部聞きました。お祭り見てきましたよね。お祭り、うん、なんだったかい。ちゃんともう一回見てください、ね、あ、 あとアーカイブでちゃんと見てください、はい、私これにコメントも入れました。それは言い訳のコメントだったでしょ。いいね、押してくださいよ。怒った顔入れときます。そういうことね。まあまあいいっすわ、はい、うん、そんなわけでね、はい、今日は長くなっちゃいましたけども、はい、室カフェでないと、はい、また来週木曜日、はい、予告としては、はい、谷山パソコンクラブさん、谷山さんが見えていただきますので、はい、うん、なんか面白い話、ためになる話、本当ですか、うん、大丈夫ですか、これからの世の中はこうなりますよっていう話をしてくれる。これからの世の中しゃべっちゃうんですか。またそういう難しい話やめましょう。楽しくてさっき言ってたでしょ。いや俺は徳川埋蔵金の話をしたいんだけど、あれ違うか、あれ別の番組だ。 あれ別の、もうすぐ曜日をごちゃ混ぜにしたんですけど、混ざっちゃってるんですよ、月曜日と木曜日がね、はい、うん、まあそんなわけで、まあ、うん、今日はね、ここら辺にしておきましょうよ、はい、ね、はい、それじゃあ室カフェでないと、はい、ね、はい、木曜日生放送でお送りさせていただきました、はい、さあマスター、はーい、そろそろじゃあ勘定してもらいましょうか。今日は 1,2,3,4,5,6 人いますよ。今日はすべて桜井さんのおごりということで決まってます。7人います。あ、7人、あ、240万円、安い、安い、もう、もうカメラから何か全部売ってください。あ、ありがとうございます。おい、どっかから変な、なんか聞いたことあるような声が聞こえたぞ。ここか、カメラケースを見たぞ。何240万、じゃあ半 分、はい、半分よろしくお願いします。じゃあ、 あの、はい、分割であの分割、はい、ここ利息高いですよ。利息高いですかね、はい、であとはじゃああそこのね貯金箱に入れといてもらう。利息入れときゃいいですかね。そうそうそう、はい、分かりました。じゃあそんなわけで、はい、カフェでないと今日は皆さんいっぱいゲスト来ていただきました。はい、それではまた来週よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆さん、はい、さよなら。はい、さよならって2人でやっちゃっていいんですか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、そのまんま番組でちょっとこっちに流してください。はい、さよなら。それじゃ私映らないですけど。勘弁してください。まあいいですけどね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあさよなら、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。すんちゃんありがとうね。はい。